Imagine being able to see the unseen. Moments that have always existed, but have been just out of reach. Imagine knowing that when the time comes, you'll be ready. With the absolute confidence of never missing a single detail. In scenes of constant motion, in ice cold or searing heat. To bring these untold moments to life. Now, the time has come. With the arrival of a true next-level flagship mirrorless camera. Fast, powerful, dependable in any scenario. Experience ultimate professional image making like never before. Whatever the challenge, whatever your goal, nothing stands in your way. Nikon Z9. Unstoppable. We'll be right back.
皆さんこんにちは、論人と文学者の竹谷です。始まりました Z9 ニコンプラザライブ、スペシャルライブですね。 Z9 とプロの世界、ドキュメンタリーと鉄道写真編です。はい、今回はこちらの Z9 についてですね、たっぷりとお二方、はい、語っていただくゲストの方をお呼びしております。はい、ゲストのお二人はタイトルにもある通りですね、鉄道写真家の助川康美さんとドキュメンタリーの写真家の山口のり子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてもうお二人のことご存知の方は、はい、お分かりだと思うんですが、トークしだすと止まらないお二人です。なので今回は強制的にトークをですね止めるためにはい、ベル用意しました。はい、これがだったらお二人はトークを一旦中断していただいて、はい、はい、よろしいですか。大丈夫ですか。余裕ですね。余裕です。はい、一回もこれがならないことを、はい、願ってやっていきます。はい、それではもうどんどん、はい、時間がなくなってしまうので、はい、早速いきたいんですが、まずチャット欄の方にですね、これどんな感じで撮ったのとか、はい、疑問に思うことがあったらどしどしチャットしてください。そしてニコン自体への質問に関してはカスタマーサポートの方にお問い合わせいただけたらと思います。はい、それでは早速最初のトピックの方にいきます。はい、まず最初のテーマはですね、 AF3D トラッキング9種類の被写体検出についてです。はい、まずは助川さんに鉄道のお話交えてもらってよろしくお願いします。はい、そうですね。はい、はい、Z9 の、9種類の被写体検出と、あと AF の能力ですね。はい、はい、これはの鉄道写真撮ってる人にはすごい気になってるところだと思うんですよ。はい、今まではミラーレスですね、一眼のですね、不安なところっていうんでしょうかね、はい、AF はですね、それがどのようにすごく進化したのか、 Z9 が、はい、はい、早速ご覧いただきたいと思います。たっぷり見せてもらいましょう。 EVF のキャプチャー動画です。はい、では VTR スタートです。はい、いきなり本当にかっこいい動画が入ってきましたけど、はい、はい、いかがですかね。これはオールエリア AF の中で、あとは、被写体検出の、鉄道乗り物ですね、やると鉄道も、ターゲットになるんですけども、これ実はシャッターボタン半押ししてなくても枠が出るんですよ。あ、本当ですか。はい、それでシャッターボタン半押ししてF が働くってぐらいになるので、入った瞬間に枠が、あ、これですよね、ここ狙えばいいんですよねって言ってくれるんですよ。突然出てきても、はい、勝手にカメラが、あ、出てきましたよと教えてくれるってことですよね。もうその時点でカメラが分かってくれてるんです。はい、だからあとはシャッターボタンを押すだけなんですね。はい、でこの今連写してますけども、この間、はい、できた写真が、はい、お願いします。はい、これなんですね。これですよね。はい、めちゃくちゃ綺麗なかっこいい写真ですよね。もう完璧ですね。完璧ですね。はい、もうシャッター押すだけです。はい、ただちょっと、はい、やっぱ完璧すぎるというか、はい、この明るさでこの被写体状況だと、これ今までの Z でも撮れたんじゃないか、この写真はって思っちゃうんですよ。はい、そうですね、おっしゃる通りで、はい、Z6-2 とか Z7-2 でもこれ簡単撮れちゃいます。あ、やっぱそうですか。はい、やっぱりそうですか。やり方次第で簡単撮れちゃいますね。はい、なので、あくまでも今のは被写体検出がしっかり働いてるんだよっていうのを見せているところなんですよ。はい、はい、では今度はもっと過酷な状況で撮りました。あ、いいですね。はい、楽しみですね。それをちょっとまたご覧いただきたいと思います。また V 振りします。はい、では VTR どうぞ。急に2人出てきた。はい、まさにしぶきが舞って、はい、まあ雨ですよね。雨ですね。もう誰がどう見ても雨ですね。はい、まあこれ E6 系小町と H5 系はやぶさ、北海道の車両なんですけどね。はい、はい、それは高速新幹線で、高速で走ってるんですね。東北新幹線で高速で走ってるところなんですけども、はい、まあちょっと今データ撮影データ出てますよね。はい、画面キャプチャーそのままですので見ていただけると分かるんですけど、ISO3200 と。ね、絞り11、まあ、これは Z100-400mm 使っていて、で2倍テレコン使ってますので開放 F 値が11になっちゃうんです。テレコンつけて、はい、
鉄道を AF で撮ってるんですよね。そうです、この条件で。はい、で新幹線なのでやはりちょっとシャッター速度を速くしなくちゃいけないので、これギリギリです。1600ギリギリですか。1600分の1秒ギリギリなんです、はい、それ以上やるとどうしてもブレてしまうんですね、うんうんうん、これだけ暗い状況でもこうですね、こちらに 3D トラッキングを使ってますんで。あ、じゃあこれは先ほどと違って自分でここだよってカメラにちゃんと教えた上で追っかけてもらうと。はい、はい、3D トラッキングは色を判断して追っかける、それプラス被写体検出の鉄道でちゃんと輪郭を捉えてくる、このタッグですよね。タッグによって、はい、完璧な確実な AF 追従ができるようになっているんですね。はい、でまあ、じゃあ実際の写真、はい、上がった写真を見ていただきます。証拠の写真を見せなきゃいけないですからね。はい、はい、こちらですね。はい、完璧ですね。はい、完璧ですね、これ、ね。もう秒間20コマっていうのもあるんですけどね。完璧ですよ。はい、瀬川さん、これはね、何度は大切なのでたくさん言っていただきたんで、ありがたいですけどね。はい、はい、はい、この暗い中で撮れてるんですけど、じゃあどれだけピント精度が良かったかということで、見せて大丈夫ですか、それ確認するんですよね。今飛ばしちゃいます？飛ばしてもいいですけど、やっぱ見せたいですよね。ね、はい、見せたいんです、はい、ご覧いただきましょうか、はいはい、では拡大お願いします。完璧だこれ、すごいですよね。怖くて拡大できないかもしれないですけどね、普通は、はい、これ来てますね、完璧ですね、来てます来てます、誰かのなんか言葉みたいですけども、はいはい、ヘッドライト周りのフレームっていうんでしょうかね、はい、まあ、これだけディテールがしっかりとまって、ワイパーの輪郭もかっちりと止まってますよね。これ2倍テレコンですもんね、はい、2倍テレコンなんて普通だったらなんか AF が迷っちゃいそうな暗い中ですね、あんまり絞り込んでもいけませんし、ISO感度が高くなってしまっているっていう事態も AF にはちょっときつい状況なんですよね、うん、そうですよね、はい、ずっと追っかけてるんですよ。全コマ合ってました、これ全コマ合ってて、今練習してもそれちょっと大げさな気がするんですけど、全コマ合ってました、バッチです、バッチです。ありがとうございます、はい、バッチバッチ ね、バッチです、はい、なので、うん、はい、もうその中で一番バランスのいい1枚を選んでこれでしたというところなんです。これですね、これなんです、完璧です、はい、左右の、はい、列車は必ず編成写真というんですけども、はい、編成右側の列車の右側の空間と左側の空間がほぼ同じで均等に撮れてなくちゃいけないんです。あ、そうですよ、これはじゃあ鉄道写真講座もちょっと入ってますね。入ってます、今一瞬来ましたので、はいはい、皆さんぜひメモ取っていってください、はい、僕の緑色の車両がやっぱいいですね、はい、ですね、はい、H5 系はやぶさでございます、北海道の車両です、はやぶさです、はい、ありがとうございます。次いきますか、はい、はい、次です、次これはですね、オートエフエリアプラス被写体検出人物で撮影したドキュメンタリー写真ですね。ドキュメンタリーは黒子で AF、 はい、これはねどういうことなのかっていうのをちょっと聞いていかなきゃいけないですよね。ドキュメンタリーは黒子で AF、 これもちろん山口さんですよね。はい、はい、そうです、はい、ですね、まあ、ドキュメンタリーは黒子で AF っていうのはやっぱりドキュメンタリーを撮ってる時ってこう被写体に撮影者の存在をこう消すっていうのをが結構重要で、そうですね、で、うん、でその時に、まあ、オートリア AF プラス被写体検出人物にするともうほぼですね、人物を追っかけてくれるのでほとんど構造を考えるだけっていう形になりますね。じゃ考えることが一つ減ることによって、はい、絵作りに集中できると、できるってことですね、はい、どうします、実際に写真じゃあ、そうですね、はい、はい、これですね、はい、パッと見これ何やってるかわからないんですよね、はい、これはですね、はい、伊豆大島 の椿油を作る製油所なんですけども、普通なかなか見れないもん、見れないですね、はい、はい、で椿油の実をですね今ねちょうど収穫時期でオイルにする時なんですけども、そのオイルを絞るでですね桶の中にこう引く布をですね平らに戻している作業なんですね。これはハンマーみたいので叩いてるところ、ね、そうなんです、手前に転がってるあの丸いやつをですね、うん、帯みたいに1枚伸ばしてですねそれを平らに伸ばしている作業ですね。これやっぱこの80分の1秒っていうシャッタースピードが、はい、絶妙な、そうなんです、ブレです、これ完璧ですね、はい、はい、ありがとうございます、完璧です、はい、次の写真いきますか、はい、はい、次こちらです。これもやっぱり見たことないような、そうですね、まあ、これは人物は写っていないんですけども、はい、まあ、湯気なんかもね結構いい形の時を捉えるっていう意味でちょっとやっぱり AF に頼る部分あるんですね。なのでちょっと入れてみました、まあ、このね、うん、実をですね蒸す作業なんですけど、はい、この中に椿の実が入って蒸されているということですね、はい、これもすごい、ね、味があるというか、もう物自体にも味があるし、そうですね、やっぱ写真にも味がありますね、ありがとうございます、はい、次の写真に行きます、はい、はいはい、これまた、はい、まあ、こういう作業をしている時にですね、うん、やっぱりローアングルでこうやっぱり作業している人って下向くことが多いので結構ローアングルを使ってこのように撮ります。これもねやっぱりAF で全てもう
例えば手前にいる人を私は撮りたいとなると、そこにもうあのその人の人物だけにこう追っかけてくれるので、もう私はひたすらあの構図にひたすら集中するだけということですね。これはしかもあれですもんね、真似でやってもらってるんじゃなくて、はい、作業してるところを撮影してるってことですね。そうですそうです。あのやっぱり職人さんって手を止めちゃうと、ね、うん、あの変わってくるので、あの止めないでそのまんまもう黒子に徹して撮ってる感じです、ね、やっぱり大事ですね、黒子になることが、はいはい、そして黒子になるための要因の一つとしてこういった機能ですね、はい、そうなんです、はい、あの皆さんね、あの Z9 はですね、はい、メカシャッターレスっていうのを驚かれた方多いと思うんですけども、今回やっぱりあのシャッター音ってどうなってんのっていうね質問結構多かったんですけども、はい、シャッター音がね、あの変えられるんですよね。その音量がですね3、2、1ってあるんですけど、はい、助川さんどうですか、何番で撮ってますかいつも。やっぱ撮った感のある3番ですよね。あ、やっぱそうなんですね、はい、竹川さんどうですか。自分は3番ですね、自分も3番です、そうですね、はいはい、山口さんどうですか。私は、ね、結構使い分けていて、あの被写体に音が知らせたい時には3番で撮ったりするんですけど、うん、まあ、こういうドキュメンタリーなんかではもうあのサイレントモードということで、はい、もう一切消して撮ってます。やっぱ大事ですよね、クルにならなきゃいけないですからね、はいはい、サイレントモード。そしてもう一枚写真があります。はい、はい、ね、まあ、これ最後でですね、あの身を包んだものを機械の下にグッと入れてこれから絞る作業っていうところですね、うん、こんなのもあの構図に集中できる要因ですね、はい、はい、そしてこちら光入ってますね、はい、これ、はいはい、これがですね、これはまあ人物映ってないんですけども、このようにですね、あの椿油が素敵なもの、ね、なんて言うんでしょうね、もうなんかジュエリーみたいなキラキラした感じで映ります。そして次です、はい、これまた山口さんなんですけど、はい、牛の黒い模様の中にある黒目に挑戦、はい、変な動きのコウノトリの目に挑戦、はいはい、これはねもう見てもらった方がいいですね、写真をちょっと、ね、はい、見てください、はいはい、はい、これなんです。実はですね、まあ、今回あの被写体検出にこうちょっと意地悪な被写体を探そうと思って一生懸命探したんですよ、はい、でね、やっぱり黒い模様の中に黒目がある、牛、これを探すのは結構大変だったんですけど、確かに白目がもう牛ってほぼないんですかね、もう本当に真っ黒の中に黒がありますね、はい、でもまあ白い部分に目がある時もあるんですけど、うん、で黒い中の黒目はどんな風に捉えるかなと思ったらもうバッチリでしたね、うん、もう向けた瞬間に瞳にポンともうピンがあって、うわすごいなこの検出って思いました。いいですね、この距離感いいですよね、牛とのね距離感が、はい、かなり近いです、はいはい、そして注目の次ですよね、はい、これな何ですかこれこれはですね、コウノトリなんですね、はい、でコウノトリってあの鳴かないでクラッキングっつってこうくちばしをパン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 カッ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 って言ってこうコミュニケーションを取るんですけど、そうなんですね、そういう時にこの形取るんですけど、はい、ちょっとイナバウアーみたいなもう首がぐにょーってなってるんですけど、うん、これがですね、まあ、私的にはコウノトリバウアーって言ってるんですけど、出ましたね、コウノトリバウアーですか、はいはい、でこの時も目がちっちゃいじゃないですか、はい、本当に合うかなと思ってちょっと意地悪被写体として撮ってみたんですけども、うん、もうこの時も目にバッチリきました、きましたか、はい、これどうやって認識してるんでしょうね、ニコンの Z9 にはコウノトリバウアーモードが入ってるんですよ、ね、そうですね、そうじゃないとこれ見て鳥ってなかなかわからなそうですけどね、そうですよ ね、 すごいですね、この丸にですね、うん、もう本当にちっちゃい目なんですけども、はい、体に対してすごい目は小さいんですけども、うん、バッチリきました、素晴らしいですね、コウノトリバウアー、ぜひちょっと、はい、皆さんも撮るチャンスがあればコウノトリバウアーぜひ、はい、撮影していただいて狙ってみるのもいいかもしれないですね、はい、はい、そして次です、はい、次は自分の写真ですね、はい、ちょっとお二人の前で恐縮なんですが何枚か、はい、少しだけ、はいはい、これダンサーさん撮影しました、まず先ほどの AF に意地悪な被写体っていうところのつながりでダンサーさん結構激しいダンスをする、はい、でこのゆうせいさんっていうダンサーさんはもうヒップホップダンスで日本チャンピオンになっちゃうのはすごいダンサーさんなんですけど、そのダンサーさんをバストアップで激しく動いてるところを撮ってしまおうと思って撮ってみたんです。普通ダンスの撮影って割ともうちょっと引きでやっぱダンスなんで全身がこう見えるように撮ったりとか、あとは大勢で踊ってれば大勢が見えるように撮るんですけど、それじゃちょっと AF いじめてることにはならないなと思ってかなりこう寄って撮ってみました。これできちんと顔を認識するんですよね。やっぱり目はちょっと認識しなくなる瞬間っていうのは当然あるんですけど、それでもきちんと顔を捕まえて、さらにこれ背景がかなり明るい光源、はい、入ってるんですけど、そこにも引っ張られず前の手にも引っ張られずバシッと
もう本当に日本のトップクラスのダンサーさんを止めて撮れる、はい、AF 素晴らしかったですね、はい、次の写真も、はい、ダンスの写真ですね。これどうですか、これも相当いじめてる感じありますよね AF ね。そうですね、もう逆逆光強いですよ、光源が強い、光源強い中でこれ結構暴れるイメージありますもんね、結構ね、フォーカス暴れる感じがしますけど、そうですよね、自分もねこれが割と当然 100% 撮れるわけじゃないんですけど、ある程度狙って撮れるんですよね、この光源ど真ん中において。でしかもこういうダンスってだいたい足元とかパーツの寄りとか撮るときって決めポーズの瞬間とか撮るんですけど、それじゃちょっとあんまり意味ないなと思って、やっぱ AF 的には動いてるところを撮ろうと思って、足の動き見れば分かると思うんですけど、ちゃんとステップ踏んでるんですよ、これこの大きさで高速にステップ踏んでる足にオットフォーカスが合うとはちょっと思ってなくて、この環境でこれも相当びっくりしましたね。これ 3D トラッキングで足に合わせて追っかけてもらいました、はい、次です、はい、次もまたこれダンスイベントなんですけど、このスキーボーイさんっていう、この方はダンサーとしてもすごいトップクラスのダンサーさんなんですけど、まあ、シンガーもやられてる方で、これも認識系の AF の長所を生かして、こう普通この位置にフォーカスポイント持ってこようと思うと、あらかじめフォーカスポイントの位置決めといて構図も決めて撮らなきゃ、なかなかこういうちょっと寄せたいって撮りづらいと思うんですよね。だけどそれを瞳認識顔認識で追っかけつつ、ちょっと上の方の照明入れて、まあ、スモークも焚かれてるしニュアンスある写真にしようかなと思って、簡単に構図だけで撮れちゃうんですよね、うん、先ほどの山口さんが言ってたのと一緒で構図に集中できちゃうっていう、はい、それがこの写真ですね。 ISO 8000っていうのもすごいですね、これで AF 機械ですね、うん、そうですね、8000でも全然光量がある程度あるところの8000、やっぱり暗いところの8000とかとイメージ違うじゃないですか、はい、こういうところだと本当に綺麗ですね、8000ぐらいだと、うん、はい、次ですね、今ちょっとチラ見しちゃいましたけど、ラグビーを、はい、撮影してきました。これはトップイーストリーグというリーグに所属しているビッグブルーズという、この左側の向かって左側ですね、はい、この青と白のユニフォームのチームに撮影協力ですね、はい、していただいて撮影してきたんですけど、これ実際の試合なんですよ。なのでこのシーンが自分の撮れる位置で起きてくれる保証なんてどこにもないんですよね。でこの段こういう中でもちょっと認識系の AF っていうのを結構試してみたんですけど、やっぱりラグビーぐらい人の顔がいっぱいあって、あと人と人がこう顔と顔が重なるとか、そういうかなり激しい状況になってくると認識系の AF ってやっぱりちょっと厳しいですよ。なのでこの場合はダイナミック AF に切り替えて自分でフォーカスポイントを選んでこうバシッと決めて撮る、はい、っていう感じですね。これもやっぱり、まあ、レフ機のような使い方ではあるんですけど、そうやってきちんと機能を使い分けて撮れるっていう、はい、写真として、はい、上げてみました。これもねタックルに来た瞬間を片手でこう押さえ静止しつつみたいな、他の競技だとなかなかこんなことだったらファールになっちゃうんですけど、こういうことができるラグビーのね一瞬撮れてすごい良かったなと思いましたね、はい、次もラグビーですね。これもねラグビーらしい写真がすごい撮りたくて、ガツンと来てるところがどうしてもラグビーって撮りたいじゃないですか。なのでできるだけ寄って180-400、これ F マウントなんですけど、 F マウントのレンズせっかく出た FTZ2 を使って、でこれ DX クロップさらにしてて 400mm、390mm ぐらいから DX クロップして、やっぱガツンとしたところですね。これもなかなか他の競技だと見れないですよね。で他の顔被写体いっぱいあるので、やっぱりオートエリアとかだと、まあ、ちょっと厳しいかなっていうところで、これもダイナミック AF、はい、で撮影しました。スポーツの撮影とかってすることありますか？あんまりないですか、お二人？もう鉄道写真がスポーツ写真ですね。あ、そうですよね、はい、それはその通りですね、動いてるものが、はい、人か、そうか、鉄道かだけですもんねそうですよね、はい、さすがですね、はい、こういうガツンとしたのを撮ってみました。はい、これ今ちょっと俺喋りすぎたんでね、誰かベル押してもらわなきゃいけなかったですね。そっちにしかベルがないですね。そうですよね、自分でやるしかないですよ、ね、俺喋り放題ですね、俺好きなだけ喋りますね、一方通行ですからね、はい、はいはい、この辺りでですかね、 AF のお話は、はい、はい、そして質問等をいただいていればここで、はい、お答えもできるんですが、どうですかね、はい、ちょっと時間がないようなので時間がないようなので次の項目に行かせていただきます、はい、次はですねファインダーの見え方革命です、はい、
ファインダーの見え方革命についてですね。これもまずは助川さんから、はい、お願いします。はい、やはりまたガチな鉄道写真ですね、はい。まあ、流し撮りをですね、リアルビューファインダー、まさにブラックアウトフリーですねのファインダーで試してみた実際の画像をですね、あとは、まあ、EVF のキャプチャー動画ですね、またご覧いただきたいと思います。それではまた VTR スタート。さすがカメラさんプロだね。いかがですかね。これ流し撮りですもんね。シャッター数で50分の1秒、はいはい。まあ、最低でもまあこれぐらい顔のアップでやるときにはだいたい自分の場合の50、まあ、在来線ですけどね、まあ、だいたい50分の1、60分の1秒から125分の1秒ぐらいでやると、まあ、背景が流れるんですね。スローシャッターにするとその分背景が流れて列車追っかければ止まるっていうんですね。で、まあ、あの車両、鉄道車両の場合はやはりあのヘッドライトを狙うんです。まあ、人間のポートレート撮影で言えばヘッドライトが目なんですね。だから目は止めたい、ね、先ほどもヘッドライトの拡大してましたもんね。あ、はい、はい、まあ、ヘッドライトにこだわってます、はいはい。まあ、いろんなフェチがあるかもしれないですけどね、はいはい。そうですね、鉄道車両にもですね、うん、はい。ですけどやはりこの、ね、ヘッドライトを狙うんですけど、狙うときにやはり EVF がしっかりあのタイムラグなくですね、ずっと見えていると全然この追いかけ方って追っかけやすい撮り方ができるんです。全く違いますか。全く違いますね。上がりにも差が出てきます。できます、はい、出てきますね、はい。もうなんか やりながら笑ってましたもんねすげえこれとか、はい、その映像も見たかったですね、声は入れてなかったですね、はい、この時ですね、はい。でこれで撮れたものをちょっと今ご覧いただいてよろしいですかね、はい、はい、これなんですよね。完璧ですね。これも自分で言うのもなんですけど完璧でございます。で、完璧ですか。あの実はですね、はい、この秋田新幹線の在来線、これあの、まあ、東京行きなんですけども、実はあの午前中勝負なんです。なぜかというと、ここになってくると東京から来たものが折り返しをするんです。途中スイッチバックがするので、はい、この時期鼻のところに虫が結構ついちゃうんです。あ、だからそれがない綺麗な段階で撮らなくちゃいけないので、もう午前中勝負なんですね。しかも1本目曇っちゃったんです。あ、これ2本目なんですか、はい、2本目なんです。2本目で決めました。後がないみたいな感じですか、はい、まあ、あとはまだ2本ぐらいは撮れるんですけど、2本ぐらい撮れるんですけど、はい、でもそういう状況下でも、あ、これ必ず決まるぞ、うん、曇りの時でも決まってましたから、うん、あ、決まるなこれという感覚でやったんです、はい。なのでどんだけ決まったかというのをちょっとアップにして、ヘッドライト周りですね。大丈夫ですか。いや、どうしようかな、出します、やっぱり、はい、あ、いや出しちゃいました、はい、出しちゃいましたか、はい、見てください。大丈夫です、はい、完璧ですね、はい、もう編成番号 Z24 Z24 Z9 じゃなかったんですよ。何年後ですかね。いやー、何回か狙ってなんでこう Z9 を狙った時に来ないのかというこのもどかしさ、神様のいたずらかと思うんですけども、はい、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、置いといてですけどね、はい、はい。まあ、あのヘッドライト周りのこのディテール感ですね、高画素機なんですけども、これだけきっちり撮れる、止めて撮れる、なぜかやはりこのリアルビューファインダーの見やすさ、タイムラグのないことによって追っかけることが簡単できちゃうんですよ、はい。素晴らしいですね。今の一連の話の流れの美しさもやっぱこの流し撮りと同じぐらい流れてましたね。もう上手、今もう完璧でしたね。ありがとうございます。下も回ってますからね。回ってますね、はい、もう言いたい、もう思いの丈がたくさんあるんですけど、ここで押さえないとまた押されますもんね、はい、まだ大丈夫です。まだ大丈夫です、はい、ですか、はい、あまりにも流れが鮮やかだったんで、はい、押すの忘れてました、はい、完璧です、はい、まあ、でもまあこう一回また戻してもらっていただいて、はい、はい、あの、ね、はい、完璧ですね。必ずこの流し撮りの時に私の中でもまあルールがありまして、はい、必ずあの客席は一つ窓は必ず入れる。はい、今の流れは若干ちょっと止まってましたね。そうです、今噛んじゃいましたね、はい、せっかく回ってたからしたからですね、そうですよね、はい、まあ、この時間帯がちょっと危ないかもしれないですけど、ね、そうです、一回水をねちょっと入れて、はい、戻しますけど、はい、でもこれ鮮やかな緑の中に浮かび上がる赤い秋田新幹線、かっこいいですね、黄色い小町です、はいはい、完璧な一枚撮れましたね。まあこれがリアルビューファインダーの、はい、語り尽くしました、はい、はい、じゃあ語り尽くせましたかね、はい、バッチリです。また後日お願いします。完璧、いや、はい、流れてました、大丈夫です、はい、はい、次いきます、はい、はい、次は黒字に白文字でちょっとこうなんかいい感じの言葉が書いてありますね。リアルライブビューファインダー、ずーっと見えてる、だから心の感動も逃さない。これはもうどう考えても山口さんですね。はい、そうです、はい、これどういうことなんですかね、はい、あのですね、リアルライブビューファインダーって、まあ、大体言うと動くもの、はい、いわゆるスポーツとか、まあね、助川さんの鉄道とか、まあ、あのそういうものをブラックアウトしないっていうことで、すごくそのためのなんかファインダーみたいにちょっと言われてるんですけど、実はあの私なんかも動くもの撮らなくても実はずっと見えてるってことはすごく幸せなことで、そのずっと見えてるから
自分が感動した時にやっぱりシャッター逃さないっていうことがあるんですね。なのでその心の感動を逃さないっていう意味でこのファインダーすごいなということでちょっとね風景撮ってきたので。素晴らしい、はい、もう写真見なくても素晴らしいですもん。写真見たらより感動できると思います、はい、ハードル上げまくって見せますよ。はい、雲海の写真ですね。はい、そうです。この雲海はどう動いてるんですかこれ。そうなんです、この時はですねもうこの風が強くてこう雲海がねもう海の波のようにですねすごい動いてたんですよ。あ、そうなんです。だから形が全部違うんですよ。でその時にやっぱりいい形の時にこうシャッターをしたいのでやっぱりずっと見えてるとすごくね感動しっぱなしなんですけどシャッターチャンス狙えるっていうことでこのファインダーはいいなって思いました。やっぱりこう一番感動したグッときた瞬間が今まではレフ機だと見えてなかったじゃないですか、はい、そこが見て感動しつつ写真も残せるっていうのは、はい、これまた全然今までと変わってきますよね撮影がね。そうですね、はい、だから被写体のシャッターチャンスもあるんですけど心のシャッターチャンスもあるんで。お、出ましたね、コウノトリバウアーに続いて。コウノトリバウアー出ましたね、心のシャッターチャンス。そうなんですよ、だから心が動いた時に映すっていう、はい、そういうことがすごくできる、うん、ファインダーですね、はい、次の写真もじゃあ、はいはい、こちらは、はい、雲の影が出てるんですか。そうなんです、雲の影がですね海の海原にですね、はい、映し出されてこれがまたね動くんですよ。動くんですよね、この影が、はい、でこの影の形いいところを見ながらこううわいいなっていう時に押すっていうのでやっぱりよく見えるファインダーっていうのはもうねもう素晴らしいですね。感動した瞬間にシャッター切ると、はいはいはい、そして次です。次の写真はね自分はちょっと一瞬ねあれって思ったんですけど、はいはい、これ、はい、料理写真ですよね。そうなんです、はい、多分ねプロの方は料理写真ね頼まれて料理写真撮る方多いと思うんですけど、はい、まあ、最近はですね素敵なレストランに行くとですねお客様の前で、まあ、スープを流し入れたり、はい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 、だしを流し入れたりホットチョコレートをかけたり結構パフォーマンスをするレストラン多いんですけど。じゃあやっぱり動いてるんですねこれもね。そうなんですけどこれもですね、はい、実はこの液体だしが入る瞬間とこのだしがなみなみとこう増えていく傘が増えていく瞬間なんかもよく見えるとこの反射の光の照りとかがよくわかるんですよ。一番いい瞬間を感動した瞬間バシッと撮ったと。そうなんです、素晴らしいです、本当に綺麗ですね、美味しそうですね、はい、それでやっぱり液体ってね生き物みたいでね面白いんですよね、うん、はい、この波の感じとかですか。そうですね、うん、この入っていく波の感じがどん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 増えていくんですけど、うんうん、この表面の形のいい時にシャッターを押すってことですね、はい、ここで今一つ質問が来たようですね、はい、ちょっとごめんなさいカメラさん被っててごめんなさい、はい、いいですかコメント読んじゃっていいですか。親指 AF の使い勝手が知りたいですということで、これ助川さんが親指ですか半押しですか。そうですね、実は次のパートのやつの写真が親指 AF だったんですけどね。じゃあそこで一緒に話してもらえますか、はい、あ、そうですね、それでもいいですよね、はい、そうですね、はい、完璧な質問ですよこれ。なんか質問は関係ないですよね、仕込みに対してじゃないですか。ありがとうございます、はい、完璧です。じゃあ次行きましょうか、はい、次のトピックは連写機能についてなんですけど、はいはい、ここで今いいタイミングの質問があったんでそのあたりも含めて、はいはい、ぜひお話いただきましょう、はい、まずは助川さんです。はい、まあ秒間20コマですね、の高速連続撮影ですね、うん、まあ、今までご紹介した動画というのはまあ、てっちゃんならではの列車大きめの写真ですね、はい、まあ、これは当然秒間20コマって高速連続撮影は必要なんですけども、じゃあちょっと違う鉄道写真、まあ、鉄道風景ですね、はいはい、でも実はこの高速連続撮影って生きるんです、はい、ということでですねどういう写真を撮ったかですねまた V 振りさせていただきます。 VTR スタート。いい笑顔、はい、いやいかがですか、綺麗な、あ、日本人でいてよかったなと感じる。そうですよね、これ、はい、ライスですもんねこれね、ご飯ですもんね、ライスでございます。いや、皆様ね、お米でしょ、お宅に届く前の新鮮なライスですね、はいはい、まあ、これ撮った場所がですね岩手県の一関のですね、はい、なってるんですけども、はい、でたまたまというかですね、まあ、狙ってはいるんですけどね、はい、夕日が落ちてくるところをですね新幹線が通る写真なんですけども、この時はやぶさ
ですね、はい、まあ、一ノ関駅通過するので普通に早いです、これ実は、うんうん、遠くで離れてるんで列車は遅く見えるかもしれません、実は早いです。でもこういう鉄道風景の時にですね、やはり高速連続撮影撮れなくちゃいけないんですよ、うんうん、はい、まあ、実際ちょっと写真撮れた写真を見ていただいて、そうですね、説明したいとは思いますけども、はいはい、まあ、先ほどの置きピンの話からでまずしましょうかね、はい、まずはやっぱ写真の感想ですよね、あ、まあ、写真の感想が先ですかね、これもね美しい、はい、完璧ですよ、はい、じゃあそっちに、はい、そっち側行きましょうかね、素晴らしいですね、はい、まずですね、まあ、このはやぶさ重量編成なんですけども、うん、この画面にうまくきれいにバランスよく収まるように、うん、右の空間と左の空間開けています、はい、でもその中でですね、やっぱ電車ですからね、架線、まあ、あの電線、架線って、はい、電気を通すあ れ, ね、あれのこと架線って言います、はい、それを支える架線柱って言います、電柱なんですけどね、ある架線柱ですか、はい、あれ架線柱って言います、あのいっぱい立ってる棒ですよね、はいはい、立って等間隔で立ってますね、うんうん、はい、でも列車の頭、特に先頭部が架線柱にかかっちゃいけないのが鉄道風景の鉄則なんです、これは、はい、かかってないですよね、そうです、それをやはり高速で走る新幹線いくら小さくとってもやっぱ速いんですよ、なのでやはり秒間20コマの高速連続撮影は必要なんですね、うん、はい、でちょっと拡大してもらっていいですか、ちょっと部分的なものです、はいはい、さっきの太陽のところなんです、はい、で実はですね、この、連写してます、20コマで秒間20コマで、でも例えばですね、あのこの1個前のカットになると確かに太陽は3つ窓から抜けてくるんです、うん、そうすると逆に列車が右側に行き過ぎてしまってバランスが崩れる、うん、はい、かといって次のカットなるとバランスはまだ良くなっている方なんですけども、太陽が連結面のそば窓のないところに隠れちゃって光ってないんですよ、うんうんうん、はい、この微妙な感覚ですね、微妙な間の細かなところのカットを選べる、秒間20コマ、秒間20コマで、はい、だ鉄道風景だとゆっくり押さえいいじゃんと思うんですけど、うん、実は違うんです、特にこういう電角間架線中のあるところではやはり高速連続撮影は必要なんですね、はい、どうですかこれ、もう写真がちょっと全体にしますね、はい、もう完璧なタイミングだと思います、やっぱりすごい綺麗ですよね、これどうですか親指 AF の話と、はいはい、まあ、絡めるとどういうことになるんですか、まあ、そうですね、うん、まあ、鉄道風景の場合っていうのは列車が大きく手前に動いたりと奥に動いたりってことはしないんですよ、遠くで動いてたりするものが多いのですね、はい、そうなると、まあ、AF の、まあ、ピントのポイント位置っていうのはほぼ変わらないです、でしかもまあ、今 F7.1 になってますけど8ぐらいまで絞りはまずもう多少の前後は関係ないです、被写界深度内で収まってしまうんですね、なのであえて AFC ですね、予測駆動 AF は使わずに置きピンをします、置いたままにしますピント、はい、その時に親指 AF を使うんです、どうしてかというと、うん、シャッターボタンを半押しするためにたびにシャッターボタンを半押しするたびにピントが動いてしまっては、はい、ちょっと煩わしいですよ ね, そうです ね, これね、列車来る寸前にパッとピント動くのも嫌なんですよ、うん、はい、なので親指だけですね、親指に AF オンボタンがあります、それだけを使ってピントを動かすっていう設定ができますね、はい、シャッターボタン半押ししてもピントを動かすなくすることができます、うん、はい、それにやることによってシャッターボタンいくら押しても動かないから安心してシャッター切れますよっていうのが、まあ、親指 AF なんです、親指の位置にある親指AF オンボタンを使います、うん、で今回その使い勝手使い心地ですよね、はい、はい、もう全然違和感ないですね、ちょうどなんか本当親指視線に置いた場所にあるような感じに私になってます、はい、なので、まあ、今までの機種もそうですね、 D6 もそうですし、はい、その辺の配置は変わらないなっていう感じはするんですけども、はい、まあ、若干ちょっと奥に引っ込んだくらいですね、逆に言うと当たらないぐらいなんで引っかからないっていう良さが、うん、もう全然問題なくじゃ今までと同じように、はい、あとあれですもんね、AF ロックでじゃあ対応すればいいじゃないかっていう人もいますけど、はい、これ何分も待ってる間ずっと F ロック押してるわけにはいかないですもんね、そうですね、まあ、なんかの苦行か修行かぐらいだったらやってるかもしれないですけども、ね、ずっとこうやって押してるわけにはいかないし、でマニュアルフォーカスに切り替えちゃうと、後で AF にしたいと思った時とかも、やっぱさっとこうねまた、はい、AF にしなきゃとかなるので、はい、OAVF はやっぱりこう置きピンとかそういうのするにはものすごくいいと、そうですね、はい、はい、まあ、先ほどおっしゃったの、まあね、うん、マニュアルフォーカスにしてしまうと、うん、次撮影行った時にマニュアルフォーカスにしてたことを忘れてしまって、なんでピント動かねえんだろうというですね、はい、そうですね、出てきますからね、はいはい、現場で次の現場で焦ることありますんでね、はいはい、まあ、うまく AF ね、親指 AF を使ったりとか、はい、まあ、AFC ですね使ったりとかで使い分けています、はい、ありがとうございます、はい、じゃちょっと一つで先に質問を読んでもいいですか、はい、助川さんに質問です、はい、電車のコマ数を落として使うことはありますかと、あります、お
即答ですね、はいはい、その心はじゃあその心は、はい、先ほども列車は小さくなります、風景的に小さくなるんですけども、はい、その時にZ9、まあ、4571万画素という高画素機ですよね、はいはい、連射しすぎてしまうとメモリーたくさん食っちゃいますね、とんでもないことになりますね、はい、皆さんのお持ちのパソコンとハードディスク、すぐ買い替え時期がやってきます、はい、なので、無駄な必要がない時、まあ、列車がゆっくり動いて見える時は秒間を落としても構わないですね、うん、はい、それでやってます。だからあんまりこう必要以上に押してもしょうがないなっていう時にはやっぱ落としてます、それは設定上、うんうんうん、はい、まあ、新幹線、はい、先ほどもそうですね、やっぱりでも多少やっぱり高速で走る、まあ、列車の大きさ見える大きさによっても結構シャッターの連射速度は変えてます、それは、うんうん、はい、やっぱりこういいカットが割と長くスイートスポットがある被写体とかもあるじゃないですか、はい、そういう場合は無駄に連射いっぱい撮ってても、はい、もう選ぶのも大変だしデータもどんどん増えちゃいますからね、はい、そうですね、はい、ある程度この連射の中でコマ数少なくてもバシッとくる、はい、やっぱ感覚でスピードと、ね、はい、まあ、時々ですけどね、はい、高速連続撮影モードにしてるんですけども、うん、はい、たまたま列車がゆっくり来ちゃう時もあるんですね、はい、その時はちょっとえっと思いますけど、ね、早めに押しすぎて全然来ないみたいな、はい、全然来ないですね、はい、バババババこれしか進んでないのかになりますからね逆にこう断続的に自分で、はい、低速シャッター、はい、マニュアルタイプやってます。そうですよね、はいはい、そしてここで次に、はい、ハイスピードフレームキャプチャーの、はいはい、ですね、作例があるということですよね。はい、はい、あ、秋田新幹線、はい、秋田新幹線の、あ、秋田新幹線紅葉は、ごめんなさい、紅葉が先でした、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、こんないい写真を飛ばすところでした、はい、すみません、生放送のいいところです、はいはいはい、こんな美しい写真を飛ばすのはね、さすがにもったいないですよね、はい、まあ、また秋田新幹線ばっかりで恐縮なんですけどね、はいはい、千貫峠というところ、うん、まあ、岩手県と秋田県の県境を越える、はい、まあ、風光明媚な場所でございますね、うん、あと数年後には実はここ通らなくなっちゃうんですね。あ、そうなんですね、はい、弾丸トンネルできちゃうんです。だから皆さん撮るなら今のうちです。はい、ですね、それで、まあ、こういう時撮ったんですけど、実はこの時も高速連続撮影必要なんです。新幹線自体は山際なので、時速確か60キロから65キロの制限がかかってるんです。ゆっくり走ってるように見えるんですけども、やはり架線中ですね、特に手前、こっち の列車の手前側に架線中があるので、このかかり具合が気になるんです。先ほど話に出た架線中ですね、はい、見てみますか。アップにしてください、やっちゃってください、はいはいはい、こうなんですね、はい、まあ、なるべくですね、連結面近くに置きたいなとは思ったんです。1号車と2号車、2号車じゃないですけどね、 1両目と2両目の間に置きたいなと思ったんですけども、これが例えば次のカット、秒間20個まで撮っているのに、次のカットは実はこの2両目のマーク見えますかね、はい、あれはE6系小町の、ね、エンブレムマークなんですけども、それに実は架線中かかっちゃうんですね。はい、だから意外にゆっくり走っているようでもやっぱ高速連続撮影は必要なんです。そうなんですね、はい、やっぱりだからこそ、まあ、先ほども、ね、質問でもありましたけども、もちろん連射速度の使い分けも必要ですけども、やはりですね、風景、鉄道風景、広くとって列車が小さくなってゆっくり動いているように見えても、やはり秒間20コマは欲しいなと、はい、でなおかつこの4571万画素の高画素機ならではの描写力、たまらないですね最高です。決まってます、はい、バッチリです、僕のミスを取り返してくれました、はい、ありがとうございます。とてもないです。じゃあここで先ほど話題に上がった、はいはい、ハイスピードフレームキャプチャーの動画ですか、はいはい、ハイスピードフレームキャプチャープラス、はい、動画お願いしたいと思います。 では、はい、さらに VTR どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。そうですね、はい、ものすごいコマ送りでしたね。コマ送り、あれがだから普通だとまあ120コマ、まあ実際これ成田エクスプレス、なんか同じ赤色しててなんとなく似てますけどね。これ在来線の総武本線走っている、まあ、成田空港まで行く特急なんですけどね、はい、まあ、この時ですね、時速100キロで走ってます、まあ、場合によってはそれ以上出てるかもしれないんですけども、やはりですね、いくら高速連続撮影でも標準レンズだとやはり列車の移動量というのは大きくなります。1枚目が奥で次が急に手前まで来るっていう、飛び出るようなスピード出てきますからね。でもその中でやはり、まあ、20個までは不安だなって思う方もいらっしゃると思うんですね。その時に活躍するのがこのハイスピードフレームキャプチャープラスですね、はい、まあ、この距離ですもんね、はい、この距離でこう100キロって言いましたっけ、はい、相当な量動きますよね、1カットの間にね、はい、そうなんです、うん、はい、なので
まあ1100万画素ですね、まあ、JPEG オンリーにはなるんですけども、まあ、SNS 上げる方には全然もう、まあ倍ぐらいの容量はありますね、はい、大きさはありますし、まあ、非常に使いやすいかもしれませんね、うん、はい、その中で連写してもうとにかく、まあ、今、ね、先ほどの動画ではコマ送り最後のところありましたけど、あれだけ撮れてるんですよ。チンですね。あ、今押されましたね、はいはい、すいません、ちょっとここでちょっと次のテーマに早く行けとの、はい、いい振りです。いいですか、大丈夫ですか。いい振りです、はい、5秒ぐらいで終わるならいいですよ、一言最後、はいはい、連射に困った時はぜひハイスピードフレームキャプチャープラスをご使用ください。はい、はい、じゃあ次のテーマに、はい、行かせてもらいます。次のテーマはですねZ9 と Z レンズについてです。はい、ちょっとねタイムキーパーさんが厳しいんですよ。はい、やっていきましょう。はい、今ですね新しく、はい、Z シリーズのレンズのラインナップ、ロードマップがですね新しく更新されました。はい、こんな感じですね。これが気になるレンズが山ほどあるんですよ。山ほどあるんですけど、まあ、なかなか全部触るわけにはいかないので、ちょっと気になるところをいくつかピックアップしてっていう形にはなると思うんですけど、まずやっぱり助川さん鉄道的なことを考えるとどうですかね。はい、そうですね、やっぱりこう、うん、まあ、この前 100-400mm Z レンズですね、はい、Z100-400mm の方、はい、色とお勧めさせていただいて、公式動画もですね、うん、2本ですね上げていただいたんで、そちらもご覧いただきたいんですけども、それプラスですよ、それプラスやっぱ私気になるのは200-600ですね、はい、200-600、助川さんといえば200-500だったじゃないですか、はい、やっぱりそれが新たにちょっと焦点距離伸びて、はい、これもまた F 値とかも気になりますよね。そうですね、 F 値が発表されてないのが非常に気になるんですけど、ね、そうですよね、なんとなくこう、はい、大きさからね、はい、検討をつけることはできるんですけど、はい、当然聞いても誰も教えてくれないですからね、はいはい、想像するしかないんですけど、はいはい、他だとどうですかね。やっぱりこの 26mm のものすごくちっちゃいパンケーキなんかは山口さんなんかどうですか、興味あるんじゃないかな。ですよね、はい、ちょっとパンケーキ食べたいけど使いたい。どうですかこの、実は今までもね、まあ、パンケーキ 40mm と 28mm っていうちょっと薄めのレンズあったんですけど、これはやっぱり現代的なパンケーキですよね、ちょっとふかふかで分厚いやつですよね。はい、ね、分かりますか、伝わります、これ、はい、大丈夫ですか、はい、これ結構歯応えのある方ですよね、はい、あ、そうですそうです、はい、今回のこの 26mm はやっぱりクラシックのやつですよね、はい、クラシックな感じの、そうですね、クラシックタイプの、はい、厚さですね、メープルシロップでね、はいはい、バターと、はい、このくだり俺好きなんでいろんなところで喋るんですけど、みんな意外と全然ポカンなんですよね、はい、今でも3人だから OK だったですね。そうですね、はい、全然通じても大丈夫ですよ、はいはい、本当ですか、ありがとうございます。めちゃくちゃフォローをやっていただいた。いやでも興味ありますよね、ですよね、どんな感じなのか。そして 26mm ってあんまりなかなか聞かないですもんね。ないですね、これちょっと気になりますね、うん、はい、あとはどうですかね、いろいろやっぱり望遠がね結構シルエットになってるもの多くて、600、800、400とあって、800と400が結構大きさにねなかなか特徴があって、これは実際のところどういう機構があってこの800サイズなのかとか、400もこのサイズなのかとか、ね、手持ちで400バリバリいけるサイズで F 値どうなんだとか、はい、やっぱ気になりますよね。そうですね、うん、やはり鉄道写真でもボケ具合っていうんでしょうかね、うん、気になることやっぱありますよね、はい、やっぱそれはズームレンズではない、うん、単焦点ならではの良さってやっぱありますからね、はい、ですよね、はい、で気になるこのシルエットの話をもういくらでもできるんですけど、やっぱりこれだけ、ね、ニコンの方いても誰一人教えてくれないんで、はい、やっぱり発表されてるレンズの話に行かなきゃいけないので、じゃあ100-400ですね、はい、で、はい、撮影したまた動画映像があると、はい、はい、それをじゃあ見ていただきましょう、うん、では、100-400mmF4.5-5.6VR で撮影した SL の動画いきたいと思います、はい、で VTR スタートです。はい、いかがだったでしょうかですね、これはもう本当にすごく完璧な構図というかね、はい、はい、まあまあ、SL の撮影で重要なのは、うん、煙を切らないって一つのルールもあるんです、ね、あ、そうなんですね、やっぱりマイナールールか、はいはい、なので、まあ、それは1枚目これをご覧になっているのは、うん、そういう、まあ、ルールというかセオリーにのっとった写真、まあ、なんかいやらしく言うとですね、なんか雑誌とかに使えるように、なんかもう題名文字が
乗るような空間を開けているという。確かに表紙でも使えますね、はい、トリミングの仕方によってはどこにでもテキストがこううまく入りそうな感じですね、はい、そうです、はい、右側にもなんか縦文字、縦で文字が入る感じですね、はいはいはい、そういう感じで狙っております。はい、はい、で続いてですね、あのこのカットですね、まあ、あの結構てっちゃんこれぐらい大きく撮るですね、まあ、SL だとちょっと煙が、はい、切れちゃってますけども、でも逆に言うと出たばっかの黒い黙々なところが表現されてもいいですね。何せこの向かってくる迫力、はい、画面いっぱいに来る感じが表現できますよね、はいはい、で続いて、はいですね、はい、私好きなのはこういうなんかちょっと部分的にこう、まあイメージ的に顔を捉えるですね。綺麗に前面を捉えてしまうと、まあ、ポートレート撮影でいうと、まあまあ、照明写真的になりますね。人間で言えばですね、それはこのやっぱりこう切り取ることによってよりイメージ的なカットになる、力強さも表現できるですね、まあ、機関助手の目線で後ろに運転席があるんですけども、そこからですね回転窓というのがあるんですね。雪を着雪を防ぐ回転窓というのがあるんですが、その向こうに見える、あの機関助手の姿表情まで見えてくるんですね。はい、すごいですね、はい、これは一輪相槌を入れる暇すらない、暇すらないですね、隙すらないですよ。もうなんか鉄道のことになっ、ね、鉄道のことになっちゃうとちょっとどんどん大丈夫ですか、取り留めなくてですねまだチームは大丈夫みたいなんですけど、はい、どうですか、山口さんはどうですか、こういうちょっとカメラマンの個性が、ね、出てるような写真。私もこの写真が好きですね、うん、なんかすごい生きてるみたいですね、はい、躍動感、SEはやっぱ躍動感なんですよね。しかもこれは実はあの、まあ、裏話的に言うと陸羽東線という、まあ、たまたま何年かぶりに走った時の試運転なんですよ。あ、そうなんですね、はい、試運転情報をつかみましてですね、はあ、はい、ヘッドマークがつかないのはてっちゃん的に嬉しいんです。わかんないです、わかんないですかちょっと難しいですね、あの、はい、昔ながらの姿、うん、あ、そうなんですか、撮れるから、ね、そういうことですね、はい、でも貴重なんですね、まあ、はい、うんうん、まあ、レンズの話に戻さないといけませんね、はい、今ずっと鉄道の話ばっかりですよねそうですね、はい、いやでもいいと思いますよ、そういうマニアックな話すごく、はい、いいですね、100-400mm の場合ですね、うん、Z100-400 はやはりこの、まあ、Z9 との相性というかですね、うん、高速の AF ですね、全然もたつき感がないんです、うん、で先ほどのね、動画、キャプチャー動画を見ていただきましたけど、本当に常にこうピント合わせてくれる感じですね、うん、それテレコン1点をテレコンつけましたけど関係なしです、はい、それだけがっちり捉えてくれるんで、あとは連写するだけです、あとは好きなカットを選ぶだけです、はい、まさにアンストッパブルですね、アンストッパブルです、はい、いきなりすいません台本にないことを送ってしまってすいませんはい、そして次の写真です、はい、あ、杉田さんも大丈夫ですか、語り尽くしました、100、あ、もう語り尽くしましたかね、うん、バッチリですね、はい、鉄道だったらもっといけるんですけど、はい、そうですよね、はい、レンズの話ですから、はい、次です、はい、これなんかガラッと、はいはい、写真が変わりまして、ね、はい、お料理写真ですね、料理写真、はい、美しいですね、これもまた、いや、あのこのレンズはですね Z マイクロ 105mm なんですけども、はい、あの私の好きなレンズで、で Z9 との組み合わせって言って、やっぱりさっきのファインダーがよく見えるっていう意味で、うん、このマイクロレンズを使ったその表現の幅がすごく広がったんですね、はい、なので好きで使ってますね。じゃあ次の写真も、はいはい、この写真、はい、ちょっと鉄道っぽいですよねそうですね、あれなんかちょっと鉄道っぽいなと思って、あ、よく気づいてくれました、はい、実は助川さんと喋るから鉄道っぽいデザートにしますけど、ですよね、手前が木ですよね、はい、後ろなんか SL がなんかちょうどなんか、そうですね、走ってるような感じが、それで手前の緑が何ですかね、はい、この手前の緑は何ですか、鉄道に例えるとこれは何になりそうですか、いやもうこれはもう美しい樹木です、ね、樹木ですね、前向きに前にちょっと樹木を入れて、はい、ちょっと鉄道風景的な感じが、ね、そうですね、風景写真的なね、はい、もう美しい、綺麗ですね、はいはい、でやっぱりあのキレキレピント合わせたところはキレキレなのに、うん、なんかまあ今回はこれ11で切ってますけど、まあ、開放値で撮るとすごくキレキレなのにふわふわっていうレンズですね、欲張りですね、はい、はい、素晴らしいです。そして次レンズの話なんですけど、はい、こんな感じですね、あ、はい、あの多分助川さんも高川さんもそうだと思うんですけど、今回ですね電源を封じにセンサーシールドがね、はい、オンにするとですね、はい、シールドが降りてゴミが入らないんですよ、はい、もうこれめちゃくちゃ嬉しくて、これ最初ねびっくりしますよね、はい、膜がバッとこう入ってるから、そうなんですよ、あ、大丈夫かこれみたいな、そうですね、やっぱりフランチバックがね、うん、16mm ってことで、私たちやっぱり外でレンズ交換するって風が強い時とかロケ地では結構気になりませんか、もう結構ホコリですよね、砂ぼこりとかが入ってくるようなイメージが、これでやっぱりその時にこの電源オフのセンサーシールドが
できたってのは超嬉しくて、あとイメージセンサー前の光学フィルターにダブルコート採用されてるんで、はい、つきにくいんですよゴミが。あ、やっぱそうなんですね。ブロワーとかでもやっぱり飛ばしやすくなってるんですね。はい、うん、なのでこれはもう長期ロケに行った時にゴミが入りにくいっていうのはもうレンズ交換はもう怖くないってことで、すごい嬉しい機能です。はい、ちなみに自分は Z マウントのレンズ、あれボディに F マウントのレンズつけようとして、もう危うく本当センサーぶつけるところだったんですよ。危ないですね。入っちゃうじゃないですか。怖いです16分なんで。危ない。これだったら最悪膜に一旦 ね、 そうですね、ダメですけど、あのセンサーシールドの膜にバンと、そうね、あだったよ、あ膜だったよかったみたいな可能性はね、あるでも16ミリですからね。そういうギリギリかもしれないですね。はい、でもすごく外でのレンズ交換がもう怖くなくなったってことですね。はい、じゃあこのレンズ交換はもう怖くない、これでレンズのトピックに関しては Z9 とレンズに関しては以上ですね。はい、ここも質問がなさそうとか時間がないので次に行きます。はい、時間がないですね。そして次はおのおのですね、はい、気になったちょっとマイナーな機能というか、あまりこう大々的には歌われてないけどこの機能実はいいよねみたいなのを話してもらうピックアップトピックというコーナーなんですけど、これをぜひ、はい、ね、しかもこれは山口さんちょっと多めで、あ、はいはい、語っていただくということで、はい、はいはい、まずは、はいはい、そうですね、次のスライドですね、はい、いきますね、はい、はい、これです、はい、はい、まあね、もう皆さん多分話題になってるんでご存知の方も多いと思いますけども、あのスターライトビューっていうモードがつきまして、はい、これねすごく便利なんですよ。例えば、まあ、あの星形写真、星空を撮るとき結構暗いレンズだと、うん、結構こうピント合わせが大変じゃないですか。はい、そうですよね、はい、なんですけどこのモードを使うとですね、拡大してピント合わせはもちろんマニュアルなんですけども、うん、マニュアルでピント合わせすると明るくなって、もうピント合わせがすごく楽なんです。実はつい先日月食あったじゃないですか、はい、あの時に自分東京で撮影したんですけど、ええ、ちょっとこう雲がやっぱり薄曇りの雲が入ってきちゃうと、もう月食起きてるのが見えなくなっちゃうんですよ。その時にちょっとこれスターライトビュー入れてみっかなと思ってポチッてやってみたら全体がバーッとこう明るくなるんですけど、やっぱうっすら見えてくるんですよ。そうなんですよ。これ肉眼だとほぼ見えないけどなんか見えるなみたいな感じ。そうなんです。これすごいですよね。そうなんです。だから、うん、このなんて言うんでしょう、皆さんの星空写真難しいですよね、教えてくださいっていう生徒さんとかも多いんですけど、これを使ったらちょっとね明るいレンズもいらない、あ、まあ、これ言っちゃいけないですね。暗いレンズでも楽しめるっていうね。じゃあ実際に、はい、ちょっと実際に作例を、はい、はい、こんな感じですね。まあ、こんな感じですね、うん、まあ、ちょっと街明かりをねわざとこう入れて、でやっぱりスターライト、あの地平線も結構見づらいじゃないですか真っ暗だと。そうですよね。なんですけども、うん、ちょっとあのスターライトビューモードをオンにすると、うん、あの地平線の位置とか曲がってるかなとかそういうのも結構肉眼で見えるんですよね。あ、はい、そうなんですね。はい、こんな風に綺麗ですね。もう一個作例がございます。はい、こちらですね。はい、これです。これはわざと鉄塔を入れて、この鉄塔のこの明かりは、あ、これはですね自分で、はい、あの懐中電灯で1、2ってこうライトアップ、自分でライトアップですね。自分で焼いたんですね、はい、いや、すごい幻想的な写真というか、本当宇宙に浮かぶねこう ISS 的なものに見えなくもないですよね。そうですね、すごい、はい、ただのアンテナなんですけども、まあ、そんな風にね、こういうのも撮れますということでね、はい、楽しくなりましたね、ですね、このモード、はい、うん、やっぱこういう補助機能がついてくるだけで、ね、うん、一定のジャンルではあるんですけど、そういうところにもきちんとケアしてくれてるっていうのがすごい嬉しいですよね。そうですね、はい、はいはい、次の写真ですね、はい、まあ、これはですね、うん、まあ、あの皆さんね好感度どのくらいかなって知りたい方もいると思うので、はい、あの6400、12800、25600ってことでね、それで縦位置で撮ったものです、で、はい、ね、天の川なんか、まあ、この時はないですけども、うん、あの天の川なんか撮る時は結構縦位置で撮る方多いと思うんですよね。そうですね、夏の天の川は縦 で、 そうなんです、冬になると横になるんですけど夏の時は縦ですよね、はい、そうですよね、はい、で、まあ、この感度見ていただいても分かるようにもうかなりね好感度は上がってるんですよね、うん、綺麗に撮れてザラつき感がちょっとない感じですね、うんうんうん、だから縦位置どうですか、あの、ね、このさっきの SL も縦位置でしたけど、はい、よくどうおっしゃっていただきました、はい、まあ、ちょっと次のじゃあ画像を出していただいて、はいはい、まあ、鉄道写真さっきもそうでしたけどね、列車の顔を大きく撮るときとかですね、あとは縦位置っていうのはやはり奥行きを出すっていう構図の、まあ、一つのセオリーもありますよね。その中でやっぱ多いんですけども、今までやっぱり横ではこう
倒れてくれたんですけど、うんうん、縦にすると逆に横向くんですよね。そうですよね、画面がですね、うんうんうん、はい、なのでこの、まあ、縦軸4軸チルト式ですね、画像モニターっていうのがですね、できましてですね、結構鉄道のまたハイアングルがあるんですよ、うん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 、自分よりも高くすることってあるんですよ。やっぱ手前にね、フェンスがあったりとかですね、まあ木があったりとかする時もあります。そういう時に高くするんですけど、それで見えるようになるんです、うん、そうですね、ファインダーも覗けない、はい、液晶も見えなかったらで、はい、もうどうにもならないような、ね、位置でもちょっとこうやって液晶下げれば、はい、そうです、取れちゃうわけですからね、はい、で先ほどの SL の動画の時もそうだった、うん、ご覧になった方、お気づきになった方いらっしゃるかもしれませんけども、はい、縦にした時に撮影データもちゃんと縦で見えるように表示されるようになったんですね。確かにそうですね、はい、あれ便利ですよね、はい、あれすごいいいですね、今の頭の中でこう、ね、形をこう戻してですね、こう戻してやってましたもんね、はい、それがなくてスムーズに撮れるのがやっぱり大きいですよね、やっぱり、はい、アイメニューとかがこう3段になるのかわいいですよね。 あれいいですね、ボコボコって小さいやつが3つ並ぶのがあれかわいいんですよ、はいはい、そして次ですね、次のピックアップ、はい、ホワイトバランスの進化ですね、はいはい、これは私がねちょっと検証したかったんですね、はい、なのでちょっと Z7-2 と Z9 でですね、うん、ホワイトバランスの違いをねちょっと見てみます。すごい、どうですか、全然ホワイトバランスの感じが良くなってるんですよね。人物の顔からですね情報取得して精度が4倍アップしてるってことなんですよ。でやっぱり Z7 の方がちょっと赤い感じですけど、そう、確かにそうですよね、これ自然光オートとかニコンって普通のオートが3種類あって自然光オートがさらにあるんでしたっけ、オートがいっぱい種類がある中でやっぱりそれがこう使いこなしで使い分けてで信用できるっていうのもこれはすごいメリットですよね、はい、うん、やっぱりホワイトバランスってすごくやっぱり撮影の段階の時にちょっと重要な部分ではあるので、そうですよね、はい、うん、はい、次です。はい、これはちょっとニコンミラーレスカメラ初、超高に顔情報を使用すると人物の顔を検出した時に ITTL-BL 超高で顔を考慮した発光制御ができるということなんです。ちょっと難しいワードがね並んでますけども、はいはい、これはですね、うん、まあ、スピードライトですね、 SB5000 を使用してるんですけども、はい、カメラの上にですねポッとつけて、まあ、ぶつけて撮ってるんですけど、うん、この時やっぱりね顔がねやっぱりこう白くなっちゃったりとか結構そういう経験をされてる方が多いんですけど、うん、もうカメラがですねちゃんとあこれ人物だなってもう分かってくれると自動的にね発光制御してくれるんですよ。そう、自然な仕上がりですよね。そうなんです、ね、だから Z9 の方が自然な感じで仕上がってるっていうものですね、うん、すごい賢いですよね。いや本当にありがとうって頭下げましたよカメラに行こう、はい、次の写真に、はい、行きます。はい、これはですね、ま、プロの方は多分 Z7-2 をお持ちで、じゃあ Z9 はどうなのっていうことでね、うん、2つ使う方が今後出てくると思うんですね、はい、その時にね私もちょっと気になってたのが、まあ、エンジンが違うじゃないですか、それでちょっと同じ条件で撮ってみたものですね、うん、これ両方とも美味しそうですね。はい、これねすごく近所のゼリー美味しかったです。美味しそうだし食べるのももったいないしちょっと悩んじゃいますねこれね。はい、どうしようかな、俺はじゃあどっち選ぶかですね。Z9 の方を食べます。そうですか、山口さんはじゃあそうですね、私も Z9 を食べたいですね、これね、じゃあ分かしましょうか、はい、そうですね、はい、赤い金魚の方はじゃあ、うん、僕が、はい、ということで、ね、まあ、こんな感じで、はい、撮ってみましたということで、はい、ありがとうございます。そして次です、あなたの知らない世界3番にそんな笑わないでください。そこの演技法が欲しかったですね。あなたの知らない世界、はい、あなたの知らない世界3万2000分の1の世界はい、はい、これも私なんですけども、はい、まあ私ですね今回3万2000分の1のシャッター速度がついたってことで、3万2000分の1の被写体を探しまくったんですよ。なかなか、ね、ないんですよ、パッと見つからないですもんね。どうですか助川さん、早い。そうですね、在来線はまず8000分の1秒でこと足りちゃうんですよね、うん、どんなに速くても。ですよね、あと、はい、蝶々とかだって、はい、全然ここまでいらないんですよ、はい、どうですか竹川さん。自分はもうほぼないですね、あんまりこう、うん、自分の撮ってるジャンルなんかだと本当にパッと浮かばないぐらいな感じです、
ですよね、うん、でも私は必死に探したんですよ、はい、それでそれがこの写真ですね。この写真です、はい、これなんだか分かりますか。いや一見するとなんだか分かんないんですけど、僕はもう打ち合わせ2回も3回もやってるんで知ってます、はい、正直ですね、そうですね、はい、見てもらいましょうか、はい、はい、実は、はい、滝です。滝がですね、はい、落ちて一番最後の石にですね当たるところを私がですね水もう濡れながらですね俯瞰で撮った落ちた瞬間のところなんですね。それがこれですよね。すごいところ見つけましたね。ちょっと見ると宇宙、はい、ちょっと宇宙ですよね。 あなたの知らない世界宇宙、はい、だけど実は滝の落ちたところ、はあ、そういうのもやっぱりこのあなたの知らない世界にはきちんと書かれてるんですね。なのでね、3万2千分の1で取れるものってね、うん、なんかこれからもちょっと探したいなと思いますね、うんうんうん、これあれなんですね、感度がものすごく高いんですけど、そうなんですよ、この滝暗かったんですよ。10万2400、はい、全然絵として破綻してないですね。これ今ちょっとこれは打ち合わせで気づかなかったんですけど、そうですね、ちょっとびっくりしますね、はいはい、この感度でこの画像ですからね、うん、素晴らしいですね、はいはい、この部分です、この部分です、はい、そしてまだまだ山口さんのピックアップいっぱいあります、はい、私が、ね、次は一番これ、はい、これはですねこれから寒い季節になります、うん、嬉しいモードです。グローブモード、ね、皆さんね寒いとこでね手袋して撮影すると思うんですけども、結構皆さんねあの人差し指のとこだけ切ってたり ね、あのガムテープ巻いてたり、ね、なんかいろいろあとは、うん、あの感知するようなねあの磁気が入った手袋してたりしますけども、うん、それじゃなくてこれね毛糸でやってみたんです。毛糸の手袋で、もうね液晶がガンガン動きます。本当ですか、うん、自分はあの基本的にあんまりタッチしないので、その差っていうのが分からないんですけど、やっぱもう全然違いますか。はい、だってこうあここあの動かそうっていう時になんかいちいちこう手袋を取ったりとかしてたのが、うん、今はもうここっていう時にもうパッとこれをオンにしておくと手袋したまんまでタッチ操作ができるっていうことですね、うん、これ嬉しいです。本当冬場は嬉しいですよね、うん、やっぱり撮り鉄も待つ時間とかも結構長いじゃないですか。そうですよ、そうですね、そうですね、そういう時にやっぱ手袋とかすると思うんですよ、はいはい、であとあれなんですよ、さっきのハイアングルにつながってくるんですけど、はい、ああいう時ファインダーも覗けないじゃないですか。その時背面で AF タッチする時にやはりこう手袋した状態で画面をタッチしてピント合わせていくんですよ、うんうん、そうする時にやっぱ大きいので、まあ、私の手はもともとグローブみたいにでかいんですけども、さらにこれつけたらもっと大変なんですけどね、はい、まあでもそれでもやっぱり冬場つけたいですからね、はい、ちゃんとねあったかくしたいですからね、指かじかんだら大変ですから、それでもこうタッチでできて、はい、ピント合わせもできるっていうので、これもかなり鉄道写真でも冬の撮影ですね、本当にね。そうですね、これから寒くなる、心強いですね、はい、はい、モードですね、はい、本当かゆいところに手が届くっていうのは本当こういうのの機能のことですよね、はい、素晴らしいです、グローブモード、はい、そして次なんですけど、次のピックアップはちょっと自分の話を先にさせていただいてもよろしいですか。自分が気に入ってるこれいいぞっていうモードの話なんですけど、それはですね撮影タイミング表示の話です、はい、撮影タイミング表示というのは何かというとですね、今もうシャッター幕がない、ミラーもないわけじゃないですか。そうするとシャッター切った時に何もないと音だけ鳴って画面内では何が撮れてるかどの瞬間撮れてるか分かんないんですけど、うん、そのタイミングを見せるための表示のモードのことを撮影タイミング表示って言うんですね、はいはい、それがいくつかあって、まあ、やっぱりこのごめんなさい、リアルライブビューファインダーでしたっけ、はい、この素晴らしいファインダーなのでブラックアウトしないっていうのは一番、はい、いいモードだと思うんですけど、この中に一瞬だけシャッター切った瞬間ちょっと暗くなるモードあるんですよね。ありますね。それ試してみました、はいはい、試しました、はい、私もなかなかそれ試してもあやっぱこういうモードもあるんだなってやっぱ一瞬だと終わっちゃうじゃないですか。でもやっぱり見えない方が暗くならない方がいいよねと思っちゃうんですけど、これが一瞬暗くなるモードがですね、実は画面が全部ブラックアウトしてないんですよね。被写体が見えてるんですよ。半透明と言いますかね、うん、透過して、そうなんですよ、暗くなるのにちゃんと透過して見えてるんですよね。なので撮ってる感はめちゃくちゃあるんですよ。撮ってる感がめちゃくちゃあって、さらにサイレントシャッターとかだとこの周りの枠を時々見逃しちゃってシャッター切ってるのが分かんなくなっちゃう時とかってもあるんですけど、そういう時もこの一瞬パッて暗くなってパッて暗くなって、で連写しても透過してるから
ブラックアウトしてるように見えて見えながら撮れるんですよね。そうなんですよね、うん、はい、なんか私も先ほど見せたドキュメンタリーなんか意外とそれ使いましたね、うん、あれいいですよね、はい、やっぱ撮ってる感すごい大事じゃないですか、サイレントモードだと特にやっぱり、うん、あの何でしょう、撮ってるか分かんないですよね本当にね、なんかあれこれ撮れてんのかなみたいな感じになっちゃうんで、そこをねやっぱ何て言うんでしょう、レフキー時代のユーザーとかシャッターがあった時のユーザーもの心ですよね、気持ちをちゃんとこうケアしてくれるってこのニコンの優しさですよ、はい。そしてこのモードについてはさらにもう一つちょっとすごい気になることがあってですね、これなかなかニコンさん答えてくれないんですけど、撮影表示タイミング、タイミングの表示ってモード3つあるんですよね。タイプ A、タイプ B、タイプ C。タイプ B とタイプ C が画面が暗くならないんです。外側にこう枠が出るやつですね。上下だけだったか左右だけだったか、それと上下左右両方出すかみたいな、はい、それが B と C なんですけど、デフォルトがタイプ B なんですよね。だけどこの暗くするモードってタイプ A なんですそれ私も思いましたなんでデフォルトがタイプ B で、そう普通は A ですからね。そうなんですよ、デフォルトは初期設定するとタイプ B なんですよ。でも一瞬暗くなるモードはタイプ A なんですよ。これってなんかニコンの中の人の、そうですね、技術者の人のなんか見えてきますね、はい、その思いだと思いますよ。思いですよね、この一瞬暗くなるモード、俺は本当はこれめちゃくちゃ好きなんだとすごい気持ちで作ってくれてたと思うんですよ。でこれをタイプ A にはする、だけどブラックアウトフリーを歌ってるからデフォルトは B、 このなんかこう技術者とマーケティングの方の戦いですよね多分あると思うんです。そうですね、教えてくれないですけど、はい、絶対あったと思うんですなので自分はこのねタイプ A の一瞬暗くなるモードをすごく積極的に、はい、使ってます。はい、その他まだまだこのピックアップ系の話が結構できるんですけど、何か気になったところとかってありますか？あ、私あるんですよ。あのここのシンクロ設定なんですけど、はい、この角度がめちゃくちゃ良くなったんですよ。これマニアックですよね、これシンクロ設定の角度。そう、シンクロ設定が実はこの面に対して平行にあったんですよ。でつけにくいっていうか、こうシンクロがコードがこう曲がったりしてたんですけど、うん、微妙にこの角度がついたんですよ、シンクロ設定。これ見てください、これ、はい、うんうんうん、ここですね、これが、あ、分かるか、あ、映してくれますね、天秤ターミナルと、これなんですけど、その上のシンクロ設定ですね。こう見せた方が、はい、あ、こうこの辺です、あ、これだと分かるかな、ちょっとね角度がついて、うん、これで、ね、ちょっとめちゃくちゃ嬉しかったですね。これシンクロ設定のすぐ下に天秤ターミナルもあるじゃないですか、はい、この天秤ターミナルもなんか地味にこうロックしやすくなってる気がするんですよ ね、 ね、これどうなんですかね、本当にこう公式的になんか角度をうまくやってくれてるのか、この天秤ターミナルのロックが意外とうまくいかなくて、あ、もうめんどくさいからロックしないでいいやみたいな感じで使うことって結構あるんですけど、うん、なんかこれめちゃくちゃしやすくなったですよね、つけやすいし、すごいつけやすいしですよね。でコードが折れ曲がらないです、はあ、シンクロ、うん、シンクロのところです、素晴らしいですね、はい、こういうスタジオ撮影なんかでもねこれ、うん、まあ今みんな、まあ、ワイヤレス、ね、飛ばしての人多いと思いますけど、うん、これはちょっとこの角度はねちょっとニッチな部分ですよ、はい、はい、この助川さんどうですか、他にこれ実は押せるぜみたいな機能あります？押せるぜですか、そうですか、まあ、自分ファンクションボタンとかもあれですけどね、ファンクションボタン、はい、多さというかですね、増えましたよ ね、 そうですね、明らかに今までの Z とはもう全然違う使い勝手になりますよね、はい、はい、まあ、レンズファンクションとかどうですか、はい、使いますか？あ、使ってますね、特にまあ100、さっきの100、400の時もそうだけど2つついてますからね、うん、自分の場合ファインダーの表示の中でやはり水準器とあと格子線、はい、表示するんですよ、うん、はい、それを表示するときに簡単にすぐ表示できますし、あとは消すことも簡単にできますからね、うん、はい、はい、ここで、はい、あの視聴者の皆様に、はい、質問を募集、はい、してお答えできる時間があるので、もし皆さんお聞きしたいことがあればたっぷりたっぷり来てもそんな答えられないかもしれませんがそこそこ送っていただけると、はい、いくらでも答えます。そして今この段階でちょっと一つ補足なんですけど、先ほどのグローブモードですね、はい、グローブモードというのはあの圧力検知ですかっていう質問が来てたんですけど、このグローブモードは圧力検知に切り替えるっていうモードではなくて、この静電式の感度を上げるっていうモードです、はい、なので
もうまあさすがに全く電気が通らない状態で圧力で押せるっていうわけではないので感度がすごく高くなる。でやっぱりずっとオンにしてるとやっぱりちょっとあれなんですかね、こう過敏すぎるからオンオフできるようになったりとかするかもしれないので、まあ、やっぱりグローブの時だけオンにするのがやっぱいいのかなって感じですね。はい、せっかくモードとしてオンオフあるんでグローブの時にオンにして感度を上げる、まあ、夏は切っていただいて、はい、そうですね、はい、手袋使わない時は切っていただくと、はい、はい、質問が来たらどんどん答えていきます、はいはい、あとは個人的にすごく押せるのはやっぱり全体的なスピード感のアップですよね。これはめちゃくちゃ感じませんか、うん、はい、感じますね。もうプレビューから再生から拡大から、まあ、連射もそうですけど何から何まで本当に今までの Z とは一線を画す操作感ですよね、はい、電源オンの時間からとかこれがやっぱり個人的にはもうすごく嬉しいんですよ、うん、もうまさにアンストッパブルですね、うん、アンストッパブルなんですよ、はい、ですね、そうなんです。他にもまだまだこのピックアップ、はい、お話できる時間もあるんですけどどうですか、はい、気になるというかすごくいいなと思ったの機能はありますか。個人的にはねまだまだいっぱいあってやっぱりこのファンクションに設定できる撮影情報の呼び出しですね、ちょっとモードの正確な名前が分かんないんですけど今見てみましょうか。モードの正確な名前は撮影機能の呼び出しですね。この撮影機能の呼び出しがこれ見えるのかな、めちゃくちゃ細かく設定できるんですよ、うんうん、これ見えます、はい、この細かい呼び出せる設定が全部一個ずつ選べるんですよね。なのでAF オンもできるし AF オンと同時に AF エリアモードも当然切り替えられる、設定したホワイトバランスにもできる、あとは流し撮りするときは流し撮り専用のシャッタースピードにもできるし絞りも変えられる、これがね一個ずつ設定できるってすごいですよね、うん、これはね感動的でしたね、はい、確かに。だからもう逆に言うとあの Z9 を持ってる方同士でファインダーの表示とかが違ったらば、はい、違和感出ますよね、人ね、それぞれ違うっていう、ね、そうなんですよね。 Z9 の今個人的にすごく大きな欠点はこれ使っちゃうとちょっと他のカメラ使えなくなっちゃうよねってぐらいいろんな機能が入ってますよね。もう自分色にカスタマイズできちゃう、そうなんです、良さありますもんね、やっぱり、はい、だから今日裏話なんですけどこれ俺返却しなきゃいけないんですよカメラこれがまだ発売されてないじゃないですか。そうですよね、このほんの何ヶ月かの間ですけど、まあ、ちょっと離れたくないなと思ってます。どうしたらいいですかね。まあ、今私たちの気持ちも今代弁していただいたんですよね。スタッフの方 のご尽力次第だけして、はい、も山口さんが借金してでも買った方がいいよって言ってましたね言ってましたね、はい、俺はもうあれがしかも裏の場ですからね、全然こう人に話すじゃなくて、はい、もう裏の普通に雑談してる時にもうこれは借金しても買った方がいいって言ってたんでなかなか、はあ、そうかやっぱりそうだよなと思いましたね、はい、楽屋話はどんどん怪奇になってきますから、怪奇そうなんですよ、うん、どうですか他、まだ時間がこのトピックについて話せる時間があるんですけど、あ、質問が一件来ましたね、はい、はい、質問、すいません、3D トラッキングで親指 AF 押しっぱなしでピントはブレたり暴れたりしないですかという質問ですね、はい、自分がお答えした方がいいですかね、うん、そうですね、とりあえずスケーターさんというか、あの、はい、逆に言うとあの親指、うん、あの 3D トラッキングの場合は一回決めて、まあ、被写体決めた被写体を追っかけてくれるのはいいんですけど、一回離してしまうと、うん、離してしまうと元の場所に戻っちゃうんですよ。なので逆、うん、なので逆にあの親指 AF は常に何があってもどんなことがあっても話さないように、はい、どんなことがあっても話さないように、はいはい、うん、自分が滑り落ちそうな状況になったとしても、うん、人生で滑りそうになったとしても話してはいけない親指なるほど、はい、これ重要ですね。だからブレたり暴れたりはしないです、はい、一回捉えちゃうと、うん、要するに、まあ、3D トラッキングは、まあ、色
先ほど申し上げましたけどね、うん、色で捉えてで、車体検出で、まあ、鉄道の場合は鉄道ですけどね、うん、それで追っかけてくれるので一回捉えてると本当に食いつきすごいんですよ、うんうん、AF の食いつきが、はい、だから本当に気をつけなくちゃいけないのは親指 AF から指を親指を離さないこと、うんうん、これ重要です、はい、最高のカメラ目線と笑顔が出ました、はい、はい、あと自分の使い方で言うと自分も当然親指 AF なんですけど 3D トラッキングとかをファンクションのボタンとかに割り当ててるんですね。このファンクションのボタンを押せば、そうもうオートフォーカスも動くし 3D トラッキングにもなるとか、あとはこの裏側のですねここの、はい、このサブセレクターでしたっけ、これの真ん中押しでも 3D トラッキングとかオートエリア AF を設定できるんですよ。で今までの Z はAF エリアを変更することってのはできたんですけど、こう押したらねオートフォーカスが動いてくれてなかったんですよ、うん、これがこの Z9 からもうほんとボタンを押すだけで設定したオートフォーカスエリアで動いてくれるんですよね、うん、なので得意な被写体苦手な被写体であこれちょっと 3D トラッキング苦手そうだなと思ったらすぐ違うボタンに変えるとかそういう対応ができるので、これは半押し AF の人でもそうなんですけど、まあ半押しでここに AF を設定しててもやっぱり他のところでモードを簡単に切り替えられるんで、そういう使い方っていうのはすごい大事になってくるというか、やっぱカメラの機能を人が使いこなすっていう、はい、そういう技術も必要になってきますよね。そうですね、ちゃんと理解して使いこなす、はい、質問が来ています。はい、バッファの関係で秒間連射を遅くする必要はありますかという質問ですね。はい、これ自分が答えちゃっても大丈夫ですか。はい、これに関してはもうニコンの公式の方でこうこのモードだとこれぐらいの連射できますよとかっていうのが、まあ、あの書いてあるんですよね、あのスペックに。なのでそれに乗っ取ってもらえば基本的にはいいんですけど、今回から新しくなった高効率ローですね、高効率ローがこれがあんまり画質劣化気にせずそれでもデータが少ないんでバッファ気にせず連射をいっぱいできるっていう、だからローで撮るのにあんまりバッファを気にしなくていいっていう、高効率だと高効率だと秒間20個までもずっと撮れるんでしたっけ、早いカード使えば撮れます、撮れます、撮れますね。高効率ローで撮ってもらえばもうバッファあんまり気にせず、あとはやっぱり JPEG L ファインとかと一緒にやるときとかはちょっと気にした方がいいかもしれないですね、はい、そういった感じです。はい、次の質問です。バッテリーの持ちは進化してますか。これに関してはどうですか、体感しました。結構私は持った、あの感じがしてますけど、印象としては、はい、ですよね、うん、普通に持ちますよね、はい、今までのちょっとミラーレスの常識じゃ考えられないぐらい持ちますよね。持ちますね。単純にこのまずバッテリー自体の容量が増えてるんですよね、うん、3300mAh になってて、今までのこの ENEL18 系のバッテリーよりも単純に容量が大きくなってます。そしてこれはまあ個人的な使用の範囲の話なんですけど、電源の立ち上がりとか早くなってるわけですよ。なのでこまめに電源切っても気にならないんですよね。今までの Z ってもういちいちこう電源入れた瞬間にこうすぐ取れないっていうのがあって、ちょっと電源入れっぱなしにしとこうかなと思ってバッテリー消費が結構あったんですけど、それがこの Z9 になってから、まあ使わない時は電源切っといて使う瞬間電源入れればあ間に合うねみたいな感覚になって、それでバッテリーの持ちさらに良くなってる気がしますね。使い方によってまたそういう二次的に良くなってるっていう感覚も、はい、あります。かなり持ちますね。連射だと5000枚とか6000枚ぐらいは連射ベースだったら平気で撮れちゃうんじゃないですかね、うん、はい、あカメラを HDMI につないでくださいと、はい、HDMI でありません、ここにあ横に落っこっちゃいました。あおどこ行った、撮りますか、あすいません、大丈夫、あ大丈夫です、すいません、ちょっとお待ちください、はい、その間にどうですか、3人のファンクションボタンの割り当てが知りたい、あこれで HDMI よってことですね、はい、これは皆さん、ね、私これ違うカメラになっちゃってる、カメラってそれファンクションって設定してあります、リセットしてないですね。でも自分の場合はあれですね、この前の3つは、はい、うん、さっき言った通り、1番が あの水準器、2番が格子線、はい、で3番はそのままデフォルトの全表示消し
にはしてますね。じゃあそれを同じですね、はい、今これで画面見せながらちょっとじゃあ、助川システムにじゃあしてみましょうか、はいはいはい、ファンクモーター1は何でしたっけ、はい、水準器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 、はい、水準器あったらあったって言ってください。水準器、水準器、これね、はい、設定できる項目がすごく多くなったんで、うん、選ぶのがねすごいね大変なんですよ。楽しいんですけどね。水準表示、はい、はい、ありました、はい、ファンクション2はどうですか。2番があの ガイドラインでした今の、今一瞬出てましたね、水準器の2つ上ぐらい出てました今ね。あ、さあ、ガイドライン表示、ガイドライン表示ですね、はい、ファンクション3はどうですか。使ってますか。3はだからあの、クリア、画面クリアのやつなんで確かそのままだったですかね。これ違いましたっけ。3は前メニューですか、ね、ごめんなさい、もうね自分がね結構これ自分専用にカスタムしまくっちゃってたんで、表示を何もしないやつですか。表示、あ、消灯じゃないですね、ちょっと待ってくださいね。ライブビュー情報表示の消灯ではないですか。はい、何になってますか。そうごめんなさい、これがね、はい、生配信の、はいはい、いいところですね実際のメニューをこう見つつこの生の情報をお伝えできるという。あ、そうです、はい、ライブ表示の消灯、これが3ですね。はい、ちなみに縦位置ファンクションボタンとかこの辺はデフォルトのままですかね。そうです、それは変わってないですね、はいはい、そのまま使ってる感じです。でファンクション4はどうしますか。いや、それもそのままですね。そう、自分はね、うん、ファンクション4をこれ再生に自分してるんですけど、これなぜかというと、うん、他のカメラとの整合性を取るためだけにここを押さえて、そうそう、私も Z9、Z6 と同じ、押しちゃいました、私も間違えて押しちゃうじゃないですか。そう、全然こっちの、ね、右手で押しやすいんですけど、こっちでも押しやすいんですけど、間違えて押しちゃうのと他のカメラとの整合性を取るために、はいはい、ここを自分は再生にしたりしてますね、うん、癖になっちゃってるんですよね、なんかですよね、はい、A4 は親指 F と、はい、自分はね、サブセレクター中央が A4 プラス AF エリアモード 3D トラッキングとかになってるんですよ。このあたりあんまり設定してる人がねそんなにいないですけどね、結構もう設定できすぎちゃうんで、はい、この辺どうですか、スキャさん設定 してますか。いや、もうそのまんまですね、これも、はい、なんかこれでいきたいっていうぐらいなんで、まあですよね、はい、だから使い、うん、あれですよね、自分の使いこなせないところまで設定できちゃいますよね、はい、そこは別にそのままでいいかなみたいなのが、はい、まで変えれるっていう、これ素晴らしいですね。だいたいファンクションボタン4つはこんな感じですね、はい、助川さんのモードはファンクション1が水準器、2がガイドライン、はい、3がライブビュー情報の消灯で、はい、4がデフォルトでしたっけ、はい、デフォルトがちょっと何だったか、はい、プロテクトか、はいはい、ですね、はい、これが助川さんのスタイルです、はい、この 1,2,3 がすごいよく使いやすいので、はい、いいですね、はい、ありがとうございました、はい、はい、そして、このトピックですね、実は動画の話も一つありまして、これは助川さんのお話ですよね。そうですね、はい、はい、ようやくご披露できる動画の鉄道動画、あの最近やっぱ線路際でもですね、はい、カメラだけじゃなくてですね、うん、動画を撮ってる方すごい多いんですね、はい、まあ、Z9 のすごいところですね、はい、はい、あの 4K なのに120フレーム撮れてしまうですよね、はい、すごいことですよね、すごいですよ、高画質で撮れてしまう、秒間120コマのコマが撮れてしまうというですね、うん、はい、スローモーションもできちゃうんですね、うん、ということでですね、まあ、私がいくら喋ってもわからないと思いますので早速動画いきたいと思います。ではよろしいでしょうか皆様、はい、VTR スタート。いかですかね、まあ、これまた E6 系小町を撮ってしまいました、うん、背景がまた、ね、黒い雲っていうのがまたかっこいいんで、これたまらないクーって言ってるてっちゃんも多いんじゃないかもしれないですけどね、ドラマチックですね、はい、はい、まあ通常、まあ、普通の動画、まあ、YouTube もそうかもしれないですけど、はい、大体30フレームですよね、そうですね、1秒間に表示できるのが、うん、ですけど120フレームがこれ撮れるということは、はい、逆に4倍撮れるっていうことは、うん、30フレームに合わせると4分の1スローモーションができるってことなんですよ。なので、うん、今までこう鉄道を撮るときにずっと流しっぱなしで撮るんですよ、頭から映って奥から来て、で最後最後尾が消えるまで普通で撮ってしまうんですけども、うん、こういうふうに途中までは普通に来て、で先頭が来た瞬間にスローモーション、それから実はこの4両目からは逆に 1.5 倍速で抜かしてます、緩急つけてるんですね、はい、音楽もつけてさらにこう躍動感を見せる、こういう面白い動画ですね、これが手軽にできちゃうんですよ。
しかも 4K でですからね。 4K ですか、ね、これ本当に配信画面が 4K だったら最高だったんですけど、はい、ぜひそれは皆さんが Z9 手に取って試していただく、はいはい、ということで、はい、素晴らしいですねこの 4K の 120p、はい、これ躍動感のある今までのちょっと違った撮り方ができるっていうのはやっぱ大きいですね、うん、ですね、はいはい、これかっこいいな普通にこうこれ編集のこの緩急みたいなのは、はい、なんですか、なんか自分の感性でここをこうしたらかっこよくなるんじゃないみたいな感じでやったんですか、はい、もう企画から、制作、まあ編集撮影まで全て頭の中で、はい、素晴らしいですねやっぱり、はい、これだけ鉄道を見てるとどういう風にしたらかっこよくなるかっていうのが、はい、まあ、分かってるっていうかね、はいはい、まあ、今120フレームっていうのは生かすのはやはりスローモーションだろうなっていうのは私の中であったんですね、うん、はい、はい、ありがとうございますすごいかっこいい映像でした。いいですね、はい、はい、ここまでですね、お二人にはもうすごくいいお話いっぱい聞かせていただいてたんですがそろそろですね時間が、はい、いい時間になってきたということで全然チン使わなかったですね。はい、1回使いましたね。1回使われちゃったんですね。そうですよね、はい、1回しか使わなかったですね。でもね、はい、すごい優秀ですね、はい、はい、普通はいらないんでしょうけどね、はい、普通はね、はい、いや素晴らしかったと思います。ここでですねお二人から視聴者の方にですねメッセージを、まあ、一言ずついただけたらなと思うんですよ、まあ、一言と言わず二言でも三言でもいいんですけど、はい、ぜひじゃあレディーファーストにしますか。あ、そうですね、します。山木さんから。え、私から、はい、はい、ね、やっぱりすごい楽しいカメラです。すごい心がウキウキするカメラであります。ただなんていうでしょう、やっぱりこう人間の目を超えたところがあって、私の今まで見えなかったものがこう見えてくるカメラっていうのがすごく印象あります。でやっぱりカメラにここまで進化されちゃうと、じゃあ私何やったらいいのってちょっと戸惑うどういうところもあるんですけども、すごくね楽しいカメラなので、ぜひね手に取って、借金してでもって言いましたけど借金してでも買ってください、買った方がいいよっていう滝川さんに言いましたけど、はい、ぜひねこれでね撮っていただきたいと思います、うん、でまあこれだけもうカメラを進化させれたら、次はやっぱり私たち撮る側写真家が進化して一緒に楽しんでいけたらなということでございます。素晴らしいコメントでしたね、ありがとうございます。はい、それでは月川さんも、はい、いいですか、見事でも横でも、はいはい、あんま長かったらチン押すんで大丈夫ですよ。あ、最後の最後で押される感じで、もう最後なんで、もう、はいはい、パーンと切るだけなんで、はい、大丈夫です、はい、また来週はなしですよね、はいはい、あ、でも本当にZ9 また来週すみません、真面目にいきましょうね、はいはいはい、やっぱ Z9、まあ、本当に触った時の驚きとですね、撮影の楽しさっていうのは、まあ、山口さんと同じなんですけども、はい、感じましたね。やっぱりカメラというのは昔、まあ、よく言ったのが、いいカメラを持つと腕も上がるってなるんですよ。それはやはりカメラの力によるものもあるんですけども、使うものにこう期待と想像力っていうのをかきたてるものがあるからこそ、新しいカメラを買うと、まあ、腕も上がって、作品も撮れるようになると思うんですけども、 Z9、 先ほどいろいろとお話しましたけども、間違いなくこの撮影者の想像力を膨らませる素晴らしいカメラであるんですよ。だからこそ山口さんもおっしゃってましたけども、その撮ってて楽しい、私も心から思いました。もうなんかウキウキして、なんかね、一回こう布団に入る前にこうシャッター押したくなるような感じなんですけども、今ベルの方にも押しそうになってますね今ね、はい、なので今押さえていきたいと思うんですけども、間違いなくこの Z9 っていうのはですね、皆さんのですね期待と、まあ、想像力をかきたてる素晴らしいカメラに仕上がっているので、ぜひですね触っていただいて予約もしていただきたいと思います。最後だからおまけですよ、はい、ありがとうございますなんとか収めてもらいました。完璧です、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしてですねキャンペーンの方に行っていいですか。はい、現在ですねツイッターではこちらのキャンペーンの方を開催中です。はい、 Z9 発売記念9連続キャンペーンですね。はい、こちらのキャンペーンがもう少しで終了となってしまうので、まだ参加できていない方はですね、ぜひぜひ、はい、これから参加していただけたらと思います。はい、以上になります。はい、さあどうでしたか。個人的には、
やりきれたなと思ってます。自分はまだの楽屋で喋りたいですね。そうですね。フリートーク、もうノンテーマのフリートークで、できれば隠しカメラ、次これで1時間ぐらいノンストップでやりたいですよね。はい、はい、ね、もう満足、大満足でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは Z9 ニコンブラザスペシャルライブ、これすら覚えられてないですよ俺、ごめんなさい。Z9 ニコンブラザスペシャルライブ、はい、Z9 とプロの世界、ドキュメンタリーと鉄道写真編、そして全4回にわたる、はい、ニコンブラザイベントのライブですね、今回で終了です。はい、この配信はアーカイブでいくらでも見れますんで、はい、いくらでも見れますんで何度でも見てくださいね。はい、それでは最後にですね、はい、どうしますか、はい、さよならは、はいはい、シャッターオンということでもうお決まりですよね、はいはい、シャッターオンの拍手で、はい、シャッターオンの拍手で、はい、じゃあもうこれからの定番ですね、はい、ごめんなさい、モード変えます。はい、 OK です。はい、それではカメラに向かって、どのカメラですか、はい、はい、あそこですね、はい、はい、それでは皆さんさようなら。野鳥や飛行機といった空を飛ぶものを追いかけているんですが、どちらも動きが速いので思い通りに撮影するのはとても難しいものです。さらに撮影チャンスが少ないので基本的に撮り直しができません。したがって確実に仕留めるためにはカメラの性能がものを言います。これまで一眼レフを使い続けてきたんですが、正直なところミラーレスが一眼レフに追いつくのはまだ早い、あと数年はかかるだろうと考えていました。ところがこの度 Z9 を使ってみて、その考えがガラリと変わりました。ミラーレスに対する不安が全て解消されていて、ニコンのフラッグシップ機を名乗るにふさわしい完成度だったからです。ミラーレスに対する不安というのは、まずオートフォーカスです。ミラーレスは AF の精度自体は高いのですが、一発勝負の動体撮影においてはまだ安心して使えるレベルではありませんでした。次にファインダーです。これまでの EVF では表示の遅延があって、被写体の動きに合わせてカメラを振りながら撮影すると正確なフレーミングができないという弱点がありました。またミラーレスの多くはボディが小さすぎて操作性が良くないのと、超望遠レンズと組み合わせた時の重量バランスが良くないという点もミラーレスに移行できないという理由でした。今回Z9 を使ったのはほんの短い期間で、しかも野鳥撮影にも飛行機撮影にもベストシーズンではなかったんですが、実に多くの決定的瞬間を得ることができました。まず Z9 のすごいところは、食いついたら離れないオートフォーカスの性能です。 Z9 の AF カバーエリアは約 90% とほぼ全面に及ぶので、被写体が画面のどこにいてもピントを合わせることができます。AF カバーエリアが広い分、 AF エリアモードやフォーカスポイントの設定が重要なんですが、 Z9 では優れた被写体検出によって思い通りのところにピントを合わせ続けてくれました。野鳥撮影では干潟でキアシシギがカニを食べるシーンを撮影してみました。キアシシギは泥の中のカニを探して歩き回るので、ファインダー内では鳥の向きや頭の位置が頻繁に変化します。目にピントを合わせるためには鳥の動きに合わせてフォーカスポイントも動かす必要があるんですが、これまではファインダーを覗きながら右手の親指でマルチセレクターを動かしていました。ところがその操作に気を取られて不意のシャッターチャンスに対応できないということも多々ありました。 Z9 は被写体検出の能力が高く、 AF の追従はカメラに任せられるので、撮影者はシャッターチャンスに集中できるようになりました。飛行機撮影においても Z9 を使うことで、これまでよりも楽に確実に撮影できるのを実感しました。機体の接近に伴って適切なフォーカスポイントの位置は変わるんですが、 Z9 は機体やコクピットにピントを合わせ続けてくれるので、撮影者は安心してフレーミングに集中できます。飛行機というとシャッターチャンスが多いように思われがちですが、
実際には撮影対象機を絞り込むことが多いですし、気象条件や光線状態にこだわるとほぼ一発勝負といっても過言ではありません。その数少ない撮影チャンスを機体アップで撮っても風景的に撮っても確実に結果を残してくれる Z9 はとても頼りになるカメラです。 Z9 はニコンのミラーレスとしては初の 3D トラッキングが搭載されています。 3D トラッキングは被写体から AF 枠がずれていてもカメラ側で捕捉し続ける機能です。ニコンの一眼レフでは以前より採用されていましたが、 Z9 ではその追従精度が向上しています。ファインダー内の検出枠を被写体に合わせてシャッターボタンを反押しするとフレーミングを変えても被写体を追い続けてくれます。これによりフォーカスポイントに縛られることなく自由に構図を決めることができます。動体撮影において一眼レフが有利だった理由は光学ファインダーを持つことです。光学ファインダーはレンズを通した光がファインダーに届くので被写体の動きがリアルタイムかつ連続的に見えています。一方でミラーレスの EVF はセンサーと映像エンジンを介して表示されるためにわずかながら表示の遅延がある上、1秒間に数十コマから多いものでも120コマ程度の細切れの映像が表示されています。 EVF の表示の遅延や見た目の細切れ感があるとわずかではあっても動体撮影では大きく影響します。一眼レフでシャッターチャンスとフレーミングを追い込む人ほど撮ったはずの絵と実際に撮れた絵にズレがあるという違和感がありました。これが動体撮影においてミラーレスが敬遠されてきた理由でもあります。 Z9 のリアルライブビューファインダーでは表示の遅延や連写時の引っかかりを感じることは一切なく、連写中でも被写体が見え続ける真のブラックアウトフリーを実現しています。 Z9 で撮影してみてまず驚いたのは撮影中もシャッターチャンスが見えているということでした。一眼レフはシャッターを押す瞬間にブラックアウトするので、シャッターが切れる本当の瞬間というのは実は見えてないからです。ただレリーズのタイミングが合わせやすいのでシャッターを切った瞬間に撮れたかどうかは手応えで判断できたわけです。ミラーレスでは撮った時の手応えが分かりづらいものですが、 Z9 はシャッターチャンスが見えている上にシャッターを切った時に手応えで撮れたかどうか分かる初めてのミラーレスだと感じました。 Z9 でも絞りを絞ればシャッターを切る瞬間は暗くなりますし、スローシャッター時はブラックアウトもします。また Z9 ではミラーはもちろんメカシャッターもないので一眼レフのようなカメラ自身が発するカメラブレがありません。ですから暗い林内で野鳥を撮る時期なども相手が止まってさえいれば遅めのシャッター速度でもブレにくくなっています。メカシャッターがないとローリングシャッター歪みが気になるところですが、 Z9 でヘリコプターやプロペラ機を撮影してもプロペラの歪みは抑えられています。これまで Z レンズは広角レンズや標準レンズに力を入れており、望遠レンズは 7200mmF2.8 が最長で、その先は 1.4 倍か2倍のテレコンバーターを組み合わせるしかありませんでした。この度超望遠レンズとして 100-400mmF4.5、5.6 が登場したことで、望遠ユーザーにとってもようやく最新設計の Z レンズを試すきっかけになると思います。 Z レンズに外れなしと言われるほど Z レンズはどのレンズも評価が高いのですが、この 100-400mm も素晴らしい写りでズーム全域において極めてシャープです。100-400mm というのは飛行機撮影にはとても使いやすい焦点域で、ズーム操作一つでよりも引きも取ることができます。この 100-400mm と標準ズームの2本、あとは 1.4 倍のテレコンバーターがあれば飛行機写真におけるほとんどのシーンをカバーできると言えるでしょう。今回の実写で感じたのは 100-400mm のズームの利便性と Z9 の被写体検出オートフォーカスの組み合わせは非常に相性が良く、とても便利だということです。海バックでアプローチするボーイング777を撮影する際、まずワイドターン 100mm で風景的の引きの絵を撮り、機体が真横アングルに差し掛かったら望遠側にズームして、今度は寄りの絵を撮りました。構図の変化に伴い、
ピントを合わせたい位置が画面内で変化するんですが、自分はフォーカスポイントを動かすことはなく、すべて Z9 が被写体検出で飛行機を捉えて機体やコックピットにピントを合わせ続けてくれました。野鳥撮影においてはテレタン 400mm というのは少々短いんですが、 DX クロップして 1.5 倍の望遠効果を得ることにより 600mm F5.6 相当で使うという手があります。 Z9 はもともと4500万画素と画素数に余裕があるので、クロップしても1900万画素と必要にして十分な画素数が得られます。この100-400mm は Z9 との重量バランスも良く、超望遠レンズとしてはコンパクトなので、手持ち撮影との接近戦に特に威力を発揮します。また 1.4 倍や2倍のテレコンバーターを組み合わせると、それぞれ 560mmF8、 800mmF11 として使うこともできます。ミラーレスはレンズマウントの開口部にイメージセンサーがむき出しなので、一眼レフよりもセンサーダストが付着しやすくなっています。特に飛行機写真では空を背景にすることが多いので、センサーダストが映り込むと非常に目立ちます。 Z9 ではセンサーシールドを設けることでレンズ交換時のゴミの付着を軽減しています。またフッ素コートと導電コートのダブルコートによりセンサーダストがほとんど付着しません。ニコンのフラッグシップ機というのは重い超望遠レンズを組み合わせることも多いですし、どんな環境下においても撮影結果を持って帰れるようとにかく頑丈に作られています。 Z9 では要所にマグネシウム合金を使用しており堅牢性も高く、また効果的にシーリングされているので防塵防滴性能が確保されています。特に今回の作例撮影では連日の雨に悩まされたんですが、最低限の雨対策をした程度でも問題なく撮影を続けていることができました。また炎天下での撮影でも熱静止はありませんでしたし、マイナス10度まで対応しているということなので、いかなるフィールドにも安心して持ち出せるカメラに仕上がっていると思います。 Z9 はオートフォーカス、ファインダー、操作性に至るまでニコンの一眼レフの良いところをしっかりと受け継いで、そこにミラーレスの最新技術を投入した究極の一台です。このカメラなら新しい世界を見せてくれるという確かな手応えが得られました。